国立遺伝学研究所の森博史です。よろしくお願いします。では早速ですけれども、スライドを使って講義をしていきたいと思います。で、今日の講義60分 ×2 という感じになっておりまして、最初の60分ではメタゲノムとマグ解析についてというような完全に座学の内容ですね。で、その後10分休憩を挟んで、その後は実際のマグのデータベースをいくつかどうやって使えばいいのかという、あとはこれから何を得られるのかということなどについて講習形式でやっていきたいと考えております。ではよろしくお願いします。はい、まず自己紹介なんですけれども、私自身は国立遺伝学研究所、静岡県三島市にある研究所ですけれども、そこのゲノム多様性研究室というところで准教授をしております。で、普段の研究としては微生物、主に原核生物ですね、のゲノム解析であったり、さまざまな環境のメタゲノム解析、今日主題となるような群衆を相手にしたような解析方法ですけれども、あとは絶滅した動物のエンシェント DNA 解析などを行っています。で、特にこれらに関しての情報解析ツールやデータベースの開発をメインとして研究を行っております。では早速今日の本題の微生物とメタゲノムについて解説していきます。で、今日のこの講習会、非常に多くの方々に登録していただきましたけれども、割と人によって知識のレベルに差がありますので、最初のあたりはかなりビギナーの方にも分かるような形の説明をしていただく、していこうと考えております。ではまず微生物についてですけれども、微生物、これはもう言うまでもなく当然小さい、もう名前の通りなんですけれども、ただ微生物といってもいろんな種類がいて、一番大きな微生物といっては単細胞真核生物と言われているようなもので、これらというのはカビとか、あとは酵母など、あとは原生動物などの一部も入ってきます。で、今日の主題となるようなメタゲノム解析の解析対象として主に使われているのが、その後の原核生物、プロカリオートと英語では呼んでますけれども、このような単細胞、全部が単細胞で、しかも角膜などに覆われてないような単純な細胞による生物の一群のことを言ってますけど、これらを今日の対象としてます。ただ同じ1細胞といっても、真核生物と原核生物では細胞のサイズがそもそも全然違うんですね。それもあって、原核生物を対象とした研究というのは、例えば顕微鏡で拡大したとしても、各細胞がこのように小さな楕円形だったり円形のような形で映るだけで、フェノタイプをなかなか見た目で区別するのが難しくなってきます。で、また真核生物の方で、特にモデル生物で盛んに今行われているようなシングルセル RNA セック解析などというのが非常にたくさん行われていますけれども、原核生物の場合はそもそも細胞のサイズが小さくて、細胞を一つ一つに分けることが難しいので、シングルセル RNA セック解析などもなかなかまだ行われていないような状態になっています。最近多少シングルセルのゲノム解析の方はできるようになってきていますけれども、まだまだ原核生物の場合はその1細胞を対象としたような解析方法というのはなかなかできていない状態になっています。で、ウイルスについてはもっと細胞のサイズが小さいので、より1細胞レベルのというか 1パーティクルレベルの解析が難しくなってはきています。ただ今日は主に原核生物について扱います。で、原核生物、このように小さいわけですけれども、それらをではどうやって解析するかというと、昔ながらに微生物学の分野では、それらをまず実験室内で培養して細胞の数を増やして、細胞の数を例えば数万とか数十万ぐらいの細胞の数に増やして、それらの細胞の集団を対象として解析を行って、どのようなフェノタイプを示すのかや、どのような生理活性があるのかなどを解析していっていました。で、そこで主に使われているのが、この培地と言われているような、さまざまな定義、培地としての化学物質としての混合割合やどういう化合物を使うのかなどによって、さまざまな培地、もうすでに3000以上の培地が定義されていると思いますけれども、それらを専門に扱ったデータベースもありますが、このような微生物を培養するに特化したような培地というのを、微生物学者は長年たくさんの種類を開発してきて、この微生物にはこの培地、この微生物にはこの培地というのを作っていっています。で、このような培地を使って実験室内で増やして初めて研究対象になるというようなのが微生物でした。ただ残念ながら、例えば土壌などであれば、そのあたりの土壌、例えば日本の中の森林だったり
野原の土壌などを取ってきて、そこに多様な微生物が実際存在するんですが、じゃあ実験室内でいくつかの培地を使ってそれらを増殖させようとしても、実際のところそこに土壌の中にいるような微生物の種多様性のうちの、まあ、多くても 10% ぐらいの種しか実験室内ではなかなか培養することが難しくなっています。でこれはいろいろと理由があるんですけれども、我々としてはこうやって例えば見た場合に土壌っていうのは一つの環境のように見えるんですが、この中は嫌気的な場所であったり好気的な場所、また水分がほとんどない場所や水分がたくさんあるような場所など、さまざまな環境の集合体、微小環境の集合体なんですね。それもあって実際この中ではたくさんの小さな環境の集合体なので、それら一つ一つの環境をなかなか培地として表現するのが難しいということもあって、うまく培養できないような菌が多いというような仮説が立てられております。では実際に微生物群集をどうやって解析するのかというと、ここからメタゲノム解析の話に入っていくわけですね。でメタゲノム解析について説明していきますが、メタゲノム解析自体は1998年に提案された解析手法になっています。で手法としては非常に単純で、微生物群集からDNA を丸ごと取ってきて、その DNA を大量にシーケンスして情報解析をすることによって、この微生物群集の中でどういう遺伝子やどういう系統がどれぐらい存在するのかを明らかにするような、群集丸ごとゲノム解析をするというような解析手法になっています。でメタゲノム解析の具体的な手法の説明に入る前に、いくつかメタゲノム解析と類似した言葉がありますので、それらの言葉について多少説明していきます。例えばマイクロフローラやマイクロバイオータ、マイクロバイオラルコミュニティと言われているような言葉っていうのが、論文だったりいろんな微生物系の文献を当たっていると出てきますけど、これらはメタゲノムと違って個々の微生物の細胞に注目したような概念でして、まあ、微生物群集と日本語では言っていますけども、これはメタゲノムとはちょっと違っていて、細胞自体に興味がある場合にこう使う言葉ですね。で一方のメタゲノムは、まあ、ゲノム自体がある生物の遺伝情報の総体を意味していますので、メタゲノムはある群衆の遺伝情報の総体を表しています。でこれ自体はこの1998年の論文で初めて概念として定義されたとなっています。でもう一つ最近非常によく使われている単語として、マイクロバイオームというものがあります。これはもうメタゲノム と比べると一般社会の方にも浸透していっているような概念になっていますが、これは非常にサイエンティフィックには曖昧な概念でして、マイクロとバイオームという単語、2つの単語の合わせたもの、またはマイクロバイオというものとオームという2つの単語の合わせたものなのかという、まあ、どちらがなのかっていうのはいまいちよく分かってなくて、じゃあこれ一体マイクロバイオームとは何を示しているかというと、大抵の場合メタゲノムとあとはこの微生物群集両方合わせて、なのである微生物群集の遺伝情報および細胞の集合体全部を合わせてマイクロバイオームと呼んでいる、非常に曖昧な概念になっています。なので微生物群集と言っているようなものですね。ただ微生物群集の方にさらにこの遺伝情報の部分も混ぜたような概念になっているので、あまり専門的な論文とかでは使うことは少ないです。ですね、今回の講義でも主にこのメタゲノムという概念、単語を主に使っていきます。はい、で、まあ、具体的にじゃあメタゲノム解析といった場合に、実際には2通りの解析手法、大きく分けると2通りの解析手法があります。1つ目がアンプリコンシーケンシング解析。アンプリコン解析と言われていたり、バクテリアを対象にするような場合はほぼ全ての場合で 16S リボソーマル RNA 遺伝子のアンプリコン解析と言われたりします。でこれは微生物の群集、当然ここにはたくさんの種類の微生物、原核生物由来の配列、まあ、原核生物の細胞がたくさんこれ詰まってますけど、ここから DNA を抽出した後にそこから系統マーカー遺伝子と言われているような一群の遺伝子、この場ほとんどの場合は 16S リボソーマル遺伝子を使いますけれども、特定の領域をのプライマーを設計して PCR で増幅してあげて、まあ、そうすると 16S リボソーマル遺伝子の特定の領域だけ増えてきた DNA のセットがこうできてきますので、これらを
シーケンスしてあげて、で情報解析するというような解析手法になっています。このアンプリコン解析は、まあ、つまり一つの遺伝子の特定の領域だけ増やしていますので、当然ながら機能遺伝子、どういう機能遺伝子がどれぐらい存在するのかというのは分かりません。あくまで分かるのは、そこにどういう微生物がどれぐらいいるのかというメンバー組成のみが分かるような解析手法になっています。ただその代わりここの PCR で増幅をかけていますので、元の DNA 量としては少なくても大丈夫ですし、同じ領域しか増幅していませんので、情報解析の手法としても非常に単純な方法で解析ができるので、これよく使われている解析手法です。でこれは専門的には本当はメタゲノム解析には含まないんですけれども、なぜかというとメタゲノム解析というのはある群衆の遺伝情報の総体ですので、1個の遺伝子だけ増や PCR で増やした状態のデータというのは、それは遺伝情報の総体ではありませんので、メタゲノムには本来アンプリコン解析のデータというのは含まれないんですけれども、便宜上広い範囲でのメタゲノム解析という意味でアンプリコン解析に関してもメタゲノム解析の一つであると考えて議論される場合が多いです。あくまでメンバー組成しか分かりませんというのがアンプリコン解析ですね。でアンプリコン解析で使う遺伝子としては 16S リボソム RNA 遺伝子、まあ、リボソムの核となっているような RNA の一つですけれども、でこれは全ての細菌が所持していて、かつタンパク質に翻訳されるわけではないので、コドンという概念がありませんので、あくまで 16S リボソム RNA 遺伝子とかリボソム RNA としてちゃんとした機能を発揮するような機能性 RNA として成り立てばいいので、非常に保存されている領域とあまり保存されていない領域というのがモザイク上に存在するような特殊な RNA になっています。だいたい長さとしては1500ベースぐらいあって、非常に古くから系統マーカー遺伝子として使われているので、配列データベースとしても充実したものがすでに存在しています。でこれを使うアンプリコン解析と言われた場合は、バクテリアの場合は 99% の研究でこれ、この 16S リボソーム RNA 遺伝子を使うことが多いです。それほどすごく便利な特徴を持った機能性 RNA の遺伝子となっております。質問をいくつかいただいておりまして、まあ、質問に関しましては多分この講義少し時間が余るので、この講義の最後でまとめてお答えできればなと考えております。よろしくお願いします。ただ僕の講義のこの最中にもどんどん質問を書き込んでいただいて大丈夫ですので、よろしくお願いします。でもう一方、先ほどまでアンプリコン解析の説明でしたけれども、こちらがまあ真のメタゲノム解析と言われているようなメタゲノム解析、ショットガンメタゲノム解析とも言われているような手法になっています。はい、でメタゲノム解析、ショットガンメタゲノム解析は手法としては実験の部分は結構単純でして、 DNA を群衆から取ってきて、で PCR で特に増やさずにもうランダムに DNA を断片化して、それらを配列を読むっていうようなことをします。でその後そこから由来した各微生物のゲノムをできるだけ再構築して、各微生物が何をやってるかっていうような機能遺伝子のリストを取ってきて解析をするというような流れになっています。なので非常に実験手法としては単純なんですけども、情報解析の部分はかなり複雑になっていきます。でこの赤字で書いてあるメタトランスクリプトム解析ですけれども、メタトランスクリプトム解析についてはスタートが DNA ではなくて RNA ですね。なので RNA を抽出して、当然試薬とかきっとも変わりますけれども、その上で RNA のままですとほとんどのシーケンサー、まあ、ナノパワーシーケンサーは RNA でもダイレクトで読めますけれども、ほとんど他のシーケンサーはダイレクトに RNA を読むことはできないので、 RNA を逆転写して cDNA に直した後に cDNA をシーケンスして解析をしていくという、まあ、群衆中でどういう遺伝子がどれぐらい発現しているのかを一気に見ることができるような手法がメタトランスクリプトム解析ですね。ただ解析の手法としては結構情報解析の部分はかなりメタトランスクリプトム解析もメタゲノム解析もどちらも類似した方法になっています。でアンプリコン解析とメタゲノム解析、利点と欠点というのをまとめたスライドがこれになってまして、まあ、どちらを自分の研究で使うべきかというときに悩んだときにこれを見てもらえばいいかなと思ってますけれども、アンプリコン解析、利点は
少ない量の DNA、 もうそれこそ 0. 数マイクログラムぐらいの DNA からでも別に PCR で増やせてで読めるので、元の DNA が少ないようなあまり微生物がいないような環境ですね、そういうところからでも問題なく解析できるのが1個の強み。あとは読まないといけない配列の量としても1サンプルあたりだいたい数万本ぐらい読んでおれば最低限十分だったりしますので、今時のショートリードシーケンサーとか数万本とか本当に安く読めますので、安価に1サンプルあたりのアンプリコン解析をすることができるというのも利点ですね。ただ系統組成しか得られないというのはもちろん欠点でもあります。あとは同じ領域の配列だけ解析する、なので PCR で同じ領域しか増やしてませんので、まあ、そこだけ解析すればいいということで、リファレンスデータベースに存在しないような系統に対しても系統樹推定等の解析ができたりします。あとはマシンパワーは少なくて済むと書いてますけれども、本当に今であれば大体ご自身のお持ちの MacBook Pro とかあのワークステーションとかそのレベル、メモリ100ギガないようなマシンとかでも全然問題なく解析ができるので非常に普及しております。で、解析ツールとしてもチャイム2だったりダダ2など非常に使いやすいツールが出ていて、日本語でも解説本がいくつか出てあったりしますので、まあ、割といろんな方々が使っているんじゃないかなと思いますね。ただ欠点としては、まあ、質問にも出ているんですけれども PCR バイアスの存在がありまして、まあ、PCR かけるので、まあ、全部の系統をバイアスなく増やせるようなユニバーサルプライマーっていうのは現状存在しません。それもあってどうしても元の群衆とはちょっと違った組成になってしまうっていうような、 PCR 増幅の結果違った組成になってしまうということが十分ありえます。でほとんどの場合バイアスがかかります。そのバイアスがある程度かかっているということを前提とした解釈をしないといけないというのが欠点ですね。あとは一部の領域しか増やしていないので、どうしても分解の系統分解の方には限界があって、まあ、属レベルの解析とか頑張っても種レベルの解析が限界かなと思います。種レベルの解析ができるような配列ってそんなに多くなかったりするので、アンプリコン解析の場合どうしても属レベルの解析がメインになってくるかなと思います。あとは機能がわからないと、それがアンプリコン解析の利点欠点ですね。で、それに対してメタゲノム解析については一番大きなのはやっぱり遺伝子系の組成が得られることですね。これは非常に大きいです。あとは今日の講義の主題となるマグ、メタゲノムアッセンブルドゲノム、後で解説しますけれども、メタゲノムから微生物のドラフトゲノムをドラフトゲノム配列を構築するということができるのがメタゲノム解析の強みです。ただ必ずしもいつもできるというわけではないです。あとは PCR はあまり返さないのでバイアスが少ないというのは一個利点ですね。ただ欠点としてはかなりマシンパワーは必要になります。まあ、どれぐらい必要かというと、だいたいショットガンメタゲノムの配列、ショートリードの配列データをアセンブルするのに、まあ、人腸内メタゲノムとかだとそんなに大変ではないんですけども、ある程度多様性が高いような環境、土壌とか、まあ、人腸内メタゲノムでも大人の人腸内メタゲノムのデータとかを数千万本ぐらい配列読んで、それをアセンブルしようとすると、100ギガぐらいのメモリーがあるようなワークステーションとかサーバーは最低限必要になります。なの で CPU もだいたい10コアぐらいはあった方が良かったりするので、まあ、それぐらいのマシンパワーは最低限必要というのがショットガンメタゲノム解析ですね。でそれに対してアンプリコン解析は32ギガとか64ギガぐらいのマシンでも全然問題なく解析できたりすることが多いので、マシンスペックとしてはやっぱり要求されるものがアンプリコン解析と比べると2倍以上のメモリとか CPU の数は要求されるのがメタゲノム解析ですね。はい、これがアンプリコン解析とメタゲノム解析の利点欠点になっております。今の段階で結構質問来ていますので、これをいつ答えるかは結構なかなか悩ましいところなんですけれども、どうしようかな悩ましいところですね。ここから話題が少し変わりそうな気がするんですけど、ただ、ま、この後の DNA 抽出のところまでまず進んで、マグ解析の前にちょっと質問をまとめて答えようかなと思います。マグについてはこの次の講義の方でも扱うので、マグに行く前とのところで一回切れ目かなと思います。ですので今質問いただいた方々はもう少々お待ちください。でなのでアンプリコン解析もメタゲノム解析も強力な手法なんですけども、どちらにも大きな制約があって、それがこの DNA 抽出法です。どちらも DNA 抽出法、
必ず群衆から DNA を抽出してその上で解析をするというところが最初のステップになるの で今回の講習を受けていただいている方のそれなりの割合の方々、バイオインフォマティクスを専門とされている方々とアンケートでは書かれておりました。なので実際は情報解析の部分だけに興味があるかもしれませんが、僕自身もそうですけど、情報解析メインでやっている人間としてもこの DNA 抽出法に関してはかなり気をつけないといけません。というのもメタゲノム解析もアプリコン解析もデータ配列データが出た後はもうこの DNA 抽出の方法がちょっとこの群衆にはこの方法はダメだったっていうことがあったとしてももうどうしようもない、バイアスがかかってしまった群衆のデータを解析するしかないっていう状態になるので、どちらもこのスタートポイントの DNA 抽出法に関してはかなり気を配って実験計画を立てる必要が、手法選択もする必要があります。でここ少し時間をかけて説明しますけれども、なぜ DNA 抽出法が重要かというと、微生物はさまざまな系統がいますけれども、細胞の外側の膜の構造が微生物によってかなり違うんですね。で化学物質的にも結構組成が違ったりするので、例えば、このグラムポジティブグラムネガティブという有名な分類ありますけれども、微生物の性質の分類として、それの中でグラムポジティブのバクテリアは外側にペプチドグリカン層という大きい結構分厚い多糖類、グリカンとかでとタンパク質の集合体の層があったりして、それに対してグラムネガティブの微生物ではこのペプチドグリカン層は非常に薄かったりして、ただ外膜というのがもう一個あったりしますので、そもそも細胞の外側、DNA の外を覆っている細胞の膜のさらに外側にどういう構造があるかによって使える DNA 抽出法、効果的な DNA 抽出法が変わってきます。でいろんな DNA 抽出法っていうのがもう開発されてキットもたくさん売られてたりしますけれども、どういう微生物がどれがいるかによってどういう DNA 抽出法を使うべきかというのはかなりいろいろと変わってきます。いまだにゴールドスタンダードな手法がない環境もたくさんあります。で特に最近は調査型、ロングリードシーケンサーと言われているようなシーケンサーを使う、メタゲノム解析にも使うようなこと、またアンプリコン解析に使う方々も増えてきてますので、ただその場合というのはそもそも DNA の長さ、元の DNA の分子の長さというのが長い状態のものを取ってこないといけません。ただ例えばビーズ破砕法みたいな物理的に細胞をずっと壊してしまって、その上で DNA を取ってくるっていうような手法だったりすると、その結果として出てきた取れてきた DNA の平均的な長さが数百ベースとかになってしまうような場合があります。そうすると、数万塩基ぐらい読めたり数千塩基ぐらい平気で読めるような調査型シーケンサーの性能を全く発揮できなかったりしますので、 DNA 抽出法というのは非常にどれを選択するのかっていうのは調査型のシーケンサーを使う場合には特に気をつけないといけません。で、そういう DNA 抽出の選択をする上で重要な製品というかコミュニティデータがあって、それがモックコミュニティと言われているような、もうすでに混合割合、細胞の混合割合、種の混合割合が分かったような人工的な微生物群衆を実験的に作って、それをがいろいろな機関というか、いろんなコマーシャリーにももう売られてますけれども、製品として売られてます。 ATCC モックとかザイモバイオミックスのモックとか NBRC モックなど、すでにゲノムを読めていて、どういう正常の微生物かとも分かっているような微生物を一定割合混ぜたり、割合変えて混ぜたりして、でそれらから DNA 抽出して実際に配列を読んだ場合にこの割合になるかどうかを確認することで、 DNA 抽出法がバイアスが どういう微生物に対してのバイアスがかかるのかっていうのを明らかにするようなことがこのモックコミュニティを使うとできるので、これ自分でこの割合できちんと混ぜるって結構大変なんですけども、それを勝手にもうキットの制作元側でモックコミュニティの制作元側でも勝手にこう混ぜてくれているので、非常に後の解析がやりやすくて DNA 抽出の検討をする上では使いやすいのがこのモックコミュニティになっています。で我々も人腸内、日本人の人腸内に多い18族18種の微生物を投了混ぜて、でそれで18種のモックコミュニティを作って、それをもとにさまざまな DNA 抽出法、酵素法とかビーズフェノール法とかさまざまな DNA 抽出法ありますけど、それらでそもそもどれぐらい DNA の量が取れますかっていうのも測定したり、各 DNA 抽出法でどういう微生物にバイアスがかかりやすいのかっていうのを系統組成、これはメタゲノム解析して
解析したりもしていました。まあ、そうするとやっぱり DNA 抽出によってもう そもそも取れてくる DNA の量自体が全然違ったり、あとは組成も結構バイアスがかかったりするなというのが分かってきています。この論文とかにも書いてますけれども、で、まあ、これ先ほどまではこの細胞の混合物ですらそういう状態だったんですけれども、環境サンプル自体はこれよりさらに状態が悪くて、例えば人腸内とか土壌とかですと、さまざまな DNA 中枢だったり酵素反応を阻害するような物質、土壌の場合フミン酸というような DNA を吸着してしまったり酵素反応を阻害するような物質が大量に入っていたりします。あとは DNA の分解酵素だったり RNA の分解酵素など、あとはプロテインの分解酵素なども入っていたりします。このような、まあ、DNA 抽出自体を阻害するような物質がたくさん入っているような環境、特に土壌とかが多いんですけれども、ですと、まあ、このモックコミュニティでいくらこの方法は DNA 抽出法として結構いいぞということを先に実験で検証した上で、じゃあこれを使おうとして土壌に実際に使っても実際は全然 DNA が取れないということがあったりします。ですので実際の環境サンプルからのメタゲノム解析とかアンプリコン解析というのは、実は DNA 抽出の方法を選択するところがもう一苦労なんですね。ですので、まあ、正直自分で条件検討 DNA 抽出どの方法を使うべきかというのを条件検討するのはあまりお勧めしません。それだけで1年以上かかったりしますので、ですので似たような環境でメタゲノム解析やアンプリコン解析をされているような論文がいくつか出ている場合は、それらを読んでどういう DNA 抽出層が多く使われているのかというのを参考にして、で場合によってはモックコミュニティの結果とかの解析結果とかも見つつ DNA 抽出を適切なものを選ぶようにしてください。これはもう実験のとか研究の設計自体に関わってくるところですので非常に重要なんですけれども、情報解析のみする方にとってもこの DNA 抽出層というのは非常に重要だということは ぜひ覚えておいてください。はい、ということでここで一度質問をいくつか回答したいと思います。これはそうですね、ではまずメタゲノム解析は微生物以外でも使うことができるでしょうかという質問が来てますけれども、これについては、はい、メタゲノム解析は微生物以外にも使えます。この微生物と言っているのは今日ここで解説しているのは原核生物を対象にしていますけれども、別に真核微生物を対象としてもできますし、ウイルスを対象としてもメタゲノム解析ができます。あとは最近話題になっているのが環境 DNA 解析と言われているような手法でして、まあ、これはアンプリコン解析の一例ではあるんですけれども、バケツで川の水とか汲んできてそこから魚に共通しているユニバーサルプライマーとかで魚のミトコンドリア DNA とかを増やしてあげて、その川の中にどういう魚がどれぐらい存在するのか、量を測定するのは結構難しいんですけど、しかもどういう魚が存在するのかというのを明らかにするような環境 DNA 解析というのがあったりしますので、なのでメタゲノム解析といっているものというのは別に原核生物だけに限らず、ウイルスにも真核微生物にも、あとは魚とか両生類とか軟体動物とかそういうものにも環境 DNA 解析として使われています。ですので手法として情報解析手法としては結構似たものが使われています。はい、次が 16S アンプリコンの解析では PCR を行うので偏りや増幅しない菌種も存在します。はい、存在します。これはもうバイアスがかかりますの で完璧なユニバーサルプライマーというのは存在しませんので、プライマーチョイスについても、まあ、僕自身も何個か論文書いてますけれども、これもまた一苦労です。ただ最近はユニバーサルプライマーとしてよく使われているプライマーいくつかありまして、それらはというかもうほとんどそういうプライマーしか使われなくなってきているので、よほど特殊なプライマーじゃない限りは最近よく使われているような 16S アンプリコン解析の論文でよく見てみるようなプライマーを使っておけば多くの場合は大丈夫です。ただ環境が変わると当然いる菌も変わるので、今まで全然解析されてこなかったような環境の微生物を解析するような場合はプライマーの選択は気をつけないといけないと思います。まず予備実験等をして1回よく使われているプライマー等で解析した上で本当にこれで大丈夫かどうかっていうのを考えるということをしないといけなかったりします。次は解析した生物のゲノムはどのようなデータ形式でどこに格納されているんでしょうか。これは後ほど後半の講義で説明したいと思います。基本的には INSDGC と言われているような国際塩基配列データベース
国際塩基配列レポジトリというところにまず格納されて、その後に二次データベースと言われているような特定の生物のゲノムだったりメタゲノムのデータを整理しているような二次データベースとかにも格納されていたりします。はい、次の質問が、 16S の長さは一般的に1500ベースですが、金層解析にはどれぐらいの長さを用いるのが良いでしょうか。これは悩ましいところで、最近はロングリードシーケンサーというのが出てきておりまして、そうすると要は1500ベース全長もロングリードシーケンサーで読むことができるんですね。でなので1500ベースのほぼ末端付近に存在するようなプライマーも実際ありますので、まあ、27F15 いくつとか 1492R とかそういうプライマーがあったりする。そうするとほぼ1500ベース全長を増やせます。なので最近のロングリードシーケンサーでアンプリコン解析をする場合であれば、もう1500ベース全長を使って種レベルの解析をするということもできるようになっています。で一方でショートリードシーケンサーの場合、イルミナのノバセックとかマイセックとかを使うような場合というのは、ペアードエンドで読んだ場合でも150ベースのペアードエンドだったり300ベースのペアードエンドになってくるので、全長は読みません。なのでだいたい300ベースとか、あとは450ベースぐらいの領域を増幅して解析するという流れになります。その場合は種まで解析するのは割と難しいので、属レベルの解析になります。ですので金層解析でどのぐらいの解像度で見たいのかによって全長を増やすべきなのか、あとは150ベースのペアードエンドでいいのかどうかというのは変わってきますね。当然コストも変わってくるので、そことの相談にもなります。次はマイクロバイオームはマイクロバイオコミュニティと同義で腸内細菌の分野で使われる用語だと思っていましたが、メタゲノムを含む用語というのは何かの論文で提唱されているのでしょうか。マイクロバイオームに関しては専門用語、ある意味あんまり専門用語ではないので、皆さん結構自由に定義しています。なので明確な定義、マイクロバイオームというのはこういう定義だというようなことを言っている論文もちろんいくつかあるんですけれども、コンセンサスはないですね。いろんな定義があります。なので微生物群集と遺伝子っぽいものを全部合わせたような単語として使っていることが多いですねというだけですね。それが正解というわけでもないです。次、メタトランスクリプトム解析で現在周囲に行われているワークフロー、これはですね、後で紹介します。で基本的にはメタゲノム解析で使っているツールとほぼ変わらないです。次が 16S から機能組成を解析するようなツールもいくつか出ていると思いますと。でこの方質問で、ね、パイクラスト2というのを挙げてくれていただいてますけど、まさにそうなんですけど、そういうツールが出てたりしますが、 16S のデータだけからどうやって遺伝子機能の組成を解析してるんですかという、推定してるんですかという質問が来ていて、これは最もな疑問だと思います。でまず初めに言っておくと、パイクラスト2というのはとか、いくつかそういう 16S の配列でメンバー組成だけ出る結果から遺伝子機能組成を推定するようなツールは実際あります。でそこでやっていることというのは、各メンバー組成で出てくる各菌の名前をもとに、その菌のゲノム配列がすでに出ているのであれば、そのゲノム配列をたどって、そのゲノムの遺伝子機能組成というのをそれぞれ引っ張ってきて、で群衆のメンバー、全部の遺伝子の機能組成というのを、その各菌のゲノム配列からをもとに組成を再計算してあげて、それをもとに遺伝子機能組成として出してくるというツールですね。なので、前提としてリファレンスデータベース、リファレンスゲノムデータベース中に、そのアンプリコン解析の結果で出てきた菌と同じゲノムを持った配列が登録されているというのが前提になってくるので、人腸内メタゲノム解析等でアンプリコン解析をするような場合であれば、比較的リファレンス配列充実しているので、アンプリコン解析の結果から遺伝子機能組成データというのを割と精度よく推定できるんですけど、例えば土壌だったり温泉とかみたいに、まだリファレンスゲノムが全然揃っていないような環境の場合は、このパイクラスト2とかを使っていてもほとんどまともな結果にならないです。なのでリファレンスゲノム、自分が解析している環境のアンプリコン解析の結果を見れば、
どういう菌がどれくらいいるか分かるの でそれらのゲノムがどれくらい公開されているのか、菌演習のゲノムがどれくらい出ているのかっていうのを元にしてパイクラスト2みたいなアンプリコン解析の結果から遺伝子機能組成を推定可能かどうかっていうのは、そういうツールを使えるかどうかっていうのはご自身で判断する必要があります。でこういうツールは組成を出せば基本的には遺伝子機能組成は出してくるので、あとはそれがどれくらい信頼できるのかというのはご自身で判断する必要があるので、そこがちょっと難易度が高い部分かなと思います。なので個人的にはあまり使用は推奨しません。どうしても曖昧な結果になってしまうので、それをもとに統計検定とかをして群間比較をして、この遺伝子機能がこっちは多いそうだということを言うことはもちろんできるんですけども、今それを論文とかで言っても、じゃあメタゲノム解析すればいいじゃないかと、シーケンスコストも安くなったのでメタゲノム解析を実践すればいいじゃないかということをレビューアーに言われることがかなり多くなってきているので、アンプリコン解析だけで遺伝子機能組成までちゃんと解析できるとはあんまり思わない方がいいです。次はメタゲノム解析においても存在量が低い微生物の機能遺伝子を解析するのは困難だと思いますが、はい、その通りです、困難です。基本的にメタゲノム解析、アンプリコン解析どちらも優先系統または中ぐらいに多いような系統の遺伝子機能だったりメンバー組成を解析できる手法ですので、群集中のマイナーな系統に関しては由来の遺伝マイナーな系統だったりマイナーな遺伝子機能に関してはほぼ見れないと考えていいです。でたとえ存在量がある程度計測できたとしても統計検定とかでは全く有意差が出ないので、なのであくまで優先系統と中ぐらいに多いような系統の解析をするための手法だと考えてください。でマイナーな系統だったりマイナーな機能遺伝子見たい場合はその系統または機能遺伝子だけを PCR で増幅して解析するような手法がより適していると思います。あとはそうですね、で僕はこのメタゲノム解析の場合というのは PCR をほとんど使わないと言ってましたけど、実際のところそれは正確には正しくなくて、この DNA 抽出をした後にこのショートリードだったりロングリードシーケンサーでシーケンシングする前にはシーケンシングライブラリというのを作る必要があります。でそこでは特定のアダプターだったりあとは特定のシーケンスライブラリを作る過程で何回か PCR 増幅をしないといけなかったです。まあ、それはライブラリキットによって変わるんですけども、何サイクルかは少なくとも PCR サイクル、PCR をしないといけなかったりする場合があります。で、その時に確かにバイアスがかかったりします。GC 時間量が極端に低いような微生物のゲノムだったりすると、ライブラリがうまく構築できなかったりして、実際の群集中の組成と比べるとちょっと割合が減っちゃったりするっていうようなことを報告しているような論文も実際出てますので、ショットガンメタゲノム解析が PCR によるバイアスが全くかからないかというとそうではなくて、ただアンプリコン解析と比べるとバイアスはかなり少なくなるということが正確ですね。はい、質問ありがとうございました。次が、データ解析のみで各微生物の定量性、まあ、絶対量ですね、絶対量、相対量じゃなくて絶対量を評価するにはどうすればよいでしょうか。内部標準などを加えることで定量性が評価できると思いますが、おっしゃる通りで、基本的にメタゲノム解析もアンプリコン解析もどちらも相対量のデータになります。でこれはなぜかというと DNA シーケンシングをするときに基本的に1サンプルでシーケンシングをすることはまれで、ほとんどの場合複数サンプルを合わせて量を DNA の濃度とか量を、まあ、DNA の濃度を統一して複数サンプルをシーケンシングするわけですね。そうするとその量濃度を合わせる過程でもう完全に元の DNA 量自体は情報としてなくなってしまうので、ですのでまあ他にもいろいろと理由があって、まあ、相対量、基本的にはショットガンメタゲノム解析もアンプリコン解析も得られるデータは相対量です。ですので相対量のデータになってしまうので、元の微生物群集、例えば抗生物質を加えた場合の腸内の微生物群集を解析するような時とか、それ自体は全く DNA の量というか微生物の量自体は減ってるわけですけれども、ただ系統組成としては別に 100% の棒グラフで出てくるのでそこは検出できないわけですね。でそれを何とかできないかということで、まあ、この質問された方は内部標準一定量 DNA を入れて、なんか人工的な DNA を入れてそれで定量性評価できるんじゃないかと、実際そういうやり方はあります。で論文もいくつか出ていて使われてはいるんですけれども、
なので実験の部分でそういう工夫をすることで定量性をなんとかしようとしているプロジェクトだったり論文はいくつか出ています。あとはそれとは別にバクテリアのユニバーサルプライマー等で、それもジロケースとかは使いますけれども、リアルタイム PCR とかをして、まあ、定量 PCR をしてあげることで絶対量を評価するっていうようなこともやられてたりします。でデータ解析のみでは絶対量は評価できないです。はい、そこはもうそういうものです。で、あとは次は難易度の高い環境から、まあ、土壌とかもそうだと思いますけど、そこからメタゲノム解析用の DNA 抽出を何をキットを使えばいいかというのを選択する場合には、何をもって手法キットを選択すればよいでしょうかと、まずは何を使い持って選択すればいいかというのは、基本的にはそこにいる微生物の大まかな系統、どういう系統がいるのかという情報と、まあ、それを何らかの形で前実験などをしてある程度調べておいて、でその上でそもそもどれぐらいの量の DNA が取れるのかっていう情報、あとはこの阻害物質の量がどれぐらいなのかっていうのを大体見積もることが基本になります。あとはやっぱり似たような環境ですでに解析をされているような論文があったら、それを参考にするのが一番いいと思いますね。なかなか自分だけでその新しいどの環境だったらどういう DNA 抽出を選べばいいのかっていうのを自分だけで検討するのは非常に難しいので、まあ、先人の知識を使いましょうというのが、まあ、それを強くお勧めします。はい、次、これ難しい質問ですね。土壌、海水、淡水、深海堆積物、温泉、大気をサンプリング対象とした場合、メタゲノム解析の難易度はどのような時点で難しくなるでしょうか。すごく難しい質問ですね。これは本当にサンプルによりけりで、土壌もすごく DNA が簡単に取れる土壌もあります。で一方で全然 DNA が取れない土壌もあったりして、土壌も千差万別ですね。ただ一般的な土壌は難しいです。海水は DNA の量がそもそも少なく、海水とか淡水、温泉とかこの辺っていうのは DNA の量が結構少なかったりするので、 DNA の量が確保できないということで大量の水をフィルタリングして DNA を抽出しないといけないので、そこが難しいというのはありますね。大気に関しても DNA の量が全然取れないので、大量の大気をフィルタリングして、フィルターをメンブレンをから DNA 抽出するというのが基本になるの で深海堆積物に関しては、まあ、硫黄堆積物とか硫黄が入ってたりすると DNA がダメージを受けてたりしますので、まあ、どれも違った難しさがあるので、メタゲノム解析の難易度で単純に順位付けするのは難しいかなとは思います。今来てた質問のをとりあえずざっとお答えしました、はい、ちょっとだいぶ時間が経ってしまいましたけれども、では先に進みたいと思います。引き続きどんどん質問いただいて大丈夫だと思います。でこの辺はちょっと飛ばそうかなと思いますけど、メタゲノム解析現状としてはだいたい500万サンプルぐらいがもうやられてます。でただそのうちアンプリコンがだいたい10、アンプリコンが9割、ショットガンメタゲノムが1割というような感じで、ショットガンメタゲノムだけで言うとだいたい40万サンプルとかそれぐらいですね。で、まあ、そのうち特に多いのがヒトメタゲノムに対でして、まあ、当然ながらヒト腸内とか口腔とか皮膚とかさまざまなところに微生物は共生しています。で世界全体だとだいたいもう100万サンプルぐらいのショットガンメタゲノムとアンプリコン解析がヒトのさまざまな部位、ヒト腸内の場合は実際糞便をほとんどの場合解析しますけれども、それらのメタゲノムやアンプリコン解析が行われていて、データベースで自由に配列が手に入るような状態になっています。で日本だけに限定するとだいたい2万サンプルぐらいですねが行われていて、まあ、世界全体で見るとごくわずかではあるんですが、それらの数日本だけでもやられています。で最近はこんな感じで非常にたくさんの、まあ、数千人規模の特定の国の人の腸内細菌を調べていますっていうような、メタゲノム解析やショットガンアンプリコン解析をしましたっていうような論文も出てきていますので、国によって結構どういう微生物が多いのかっていうのは変わってきたりするなっていうのがだんだん分かってきています。これも今後はもっと規模をたくさんにして、でショットガンメタゲノム増えるような状態にして、どんどんポピュレーションスケールでの研究っていうのは行われていくだろうなと考えられます。で人のメタゲノムに関してはそんな感じで、とりあえず個人差だったり、あとは国の違いとか食べ物の違いなどを解析して、健康とかあとは病気との違いなどを明らかにするっていうようなことがやられてますけれども、一方で環境メタゲノム、土壌とか深海
だったり地下水などのメタゲノム解析の結果として分かってきたことの、まあ、一番大きなことはこの2つの論文が代表的なものですけれども、今まで全然存在すら分かってなかったような原核生物、まあ、新生細菌や古細菌の系統というのがメタゲノム解析によって初めてその遺伝子コンテンツだったり系統がどの辺に位置するのかっていうのが存在が明らかになってきたっていうような、左側はこのキャンディエイトファイラーラディエーション CPR と言われているような新生細菌のうちゲノムの差はすごく小さくて細胞のサイズもすごく小さくて何やってるか全然分かってないような系統群が実は非常に多様なものが地殻水には存在しますねっていうことを明らかにしたような論文ですね。で右側はアスガルドクレートって言われているような真核生物に非常に近縁、真核生物の祖先とも考えられているようなでも培養が非常に難しい古細菌の一群っていうのがメタゲノムから明らかになってきましたと。でこの CPR もアスガルドクレートに関しても日本のグループがいくつかを培養すでにできていてゲノム完全ゲノムを決めているので、まあ、実際にこいつらっていうのは本当に存在していてやはり機能的にも非常に面白いんだということが分かってきています。なので進化研究においてもメタゲノム解析の結果というのは非常に重要になってくるわけですね。なのでバクテリアの多様性を明らかにするという研究においてはメタゲノム解析というのは欠かすことができない解析手法になっています。はい、ということでだいぶ時間が経ってきてしまっていますが、メタゲノム情報解析をマグ解析に到達する前のところでまではとりあえずこの最初の60分でやっておきたいと思います。でまずメタゲノムの情報解析の方法として、まあ、先ほど説明したように情報ショットガンメタゲノム解析、今回はアンプリコン解析は扱わないです。ショットガンメタゲノム解析 のみ講義で扱います。ショットガンメタゲノム解析については情報解析手法は結構いろいろと複雑になっています。で特に系統組成ショットガンメタゲノム解析の場合もメンバー組成を明らかにすることができるんですが、使える配列がいろいろと種類があるので、まあ、いろんな手法で系統組成は推定できます。メンバー組成ですね、メンバー組成は推定できます。ショットガンメタゲノム解析ですけども 16S リボソム RNA 遺伝子を使うような場合からとか、あとはリボソムタンパク質の遺伝子みたいなゲノム帳に1コピーしか存在しないような遺伝子を使う場合とか、あとはなぜかわからないけれどもその系統しか持ってないようなユニークマーカー遺伝子というのを使うような手法とか、あとは単純にたくさんのゲノムに対して読んだ配列をマッピングするっていうような手法、あとは数十塩基ぐらいの連続塩基の頻度をもとにして系統組成を高速に推定するようなケーマ法というのがいろいろと使われています。で今主流なのはやはりケーマ法だと思います。これは配列相互性検索計算が遅い、計算速度が遅いような手法に頼っているのがこの上の方の手法だとほとんどなんですけれども、ケーマ法に関してはメモリはたくさん使うんですけれども非常に高速に系統組成を推定することができるので、現在、まあ、このクラーケン2とかサワーマッシュっていうようなツールとかを使われてショットガンメタゲノム解析の系統組成を推定する手法としては非常によく使われている手法になっています。でメタゲノム、ショットガンメタゲノムの解析については情報解析のやり方とも普通のゲノム解析、個別の微生物のゲノム解析の方法とは結構やり方が違います。で使うツールも違っていて、まあ、それはいろんな微生物由来の配列の混ざり物のデータを解析しないといけないのでアセンブル、つまりはゲノム配列を再構築するツールも専用のものを使う必要がありますし、再構築したゲノム配列から遺伝子を予測するようなツールに関しても専用のものを使う必要があります。あとは得られてきた遺伝子のが一体どういう機能を持っているのかというのを推定する遺伝子機能推定に関してもよくブラストがだいたい個別菌のゲノム解析では使われてたりするんですけれども、メタゲノムの場合は一気に得られる配列の数が100万個とかそれ以上になったりするので100万遺伝子の遺伝子機能推定をブラストでやるのはもう現実的ではないので、ダイヤモンド MMSEC2 などっていうような非常に高速な、しかもある程度遠い配列に関しても類似性を検出してくれるようなツールを使うことになります。使うツールが結構違うんですね、そもそも。であとはまあこれも付け足しのようなものなんですけど、基本的にバクテリア原核生物というのはクローン増殖で増えていきますので、そうすると群衆中にある群衆が形成、その環境で形成された時っていうのは
非常に遺伝的な多様性は少ないんですが、年月が経つとどん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 変異が入っていって、でそれらが互いに混じることがほぼないので、どんどん同じ種のゲノムといっても、その環境で群衆が成立してから時間が経てば経つほど、そこに住んでいる微生物の各種の中には非常に種内多様性というのが存在することになります。でアセンブルだったり、この後出てくるマグなどの解析の結果出てきてくるような配列というのは、あくまでその代表配列とか平均値であるので、実際はもっと多様な微生物、ゲノムを持った微生物がそこには存在するということには注意する必要があります。でこのあたりはゲノムアセンブルの二大戦略、このあたりはもう正直、バイオヒモテクスの個別の話になって、アルゴリズム自体を興味がある方は後でこのPDF を読んでいただければなと思いますけれども、ロングリードシーケンサーとショートリードシーケンサーで使うアセンブルのやり方というのは違っていますので、そこはちょっと気をつける必要がありますねということですね。でメタゲノムアセンブルツールでよく使われているのは、今メガヒットとかスペイですとかよく使われてますけれども、どちらもこのドブロイグラフを使ったショートリード用のアセンブルツールです。でロングリードのアセンブル、メタゲノムアセンブルをするような場合というのは、こういうのではなくて別のツールを使う必要があります。でまあ、ショートリード、ロングリード、調査型シーケンサー、探査型シーケンサーと言われているものというのは、今どれぐらいのスペックなのかというのをここにまとめたのが、まあ、これあくまで僕の知識ですので、現状もうちょい変わっている可能性ありますけれども、やっぱりショートリードとしては今相変わらずイルミナ社のシーケンサーがよく使われていまして、ショットガンメタゲノム解析ではノバセックが使われますね。だいたい150ベースのペアードエンドか250ベースのペアードエンドの配列を大量に読むというようなシーケンサーですけれども、で一方で、ロングリードシーケンサーというのもよく使われるようになってきていて、まあ、パックバイオ社の CQL2E 最新版のレビオというシーケンサーの場合だと、だいたい2万塩基ぐらいの配列を1回に読むことができて、それが数百万本出てきます。でオックソードナノパ社の場合もミナイオンとかグリディオンとかプロメチオンなどのシーケンサーがあって、これらもだいたい数万塩基ぐらいの配列が数十万本ぐらいボンボン出てくるわけですね。で下の2つがロングリードシーケンサーで、上のこのピンクの方がショートリードシーケンサーの代表格と考えてください。そうすると、今までのショートリードシーケンサーを主体としてのメタゲノム解析と比べて、ロングリードシーケンサーを主体としたメタゲノム解析をやっていくような場合だと、アセンブルすると、もう完全ゲノムができてしまうということが、まあまああります。で特にパックバイオ社のシーケンサーを使うような場合だと、ハイファイシーケンシングというのが今パックバイオ社のシーケンサーだと主流になってきていて、同じ領域を何回も何回もシーケンスするので非常に精度の高い配列が得られます。まあ、これが真核生物のゲノム解析でよく使われているシーケンス手法なんですけど、それをメタゲノム解析にも適用することで、外側メタゲノムデータから完全ゲノムを大量に取得するというような研究もいくつか出てき始めています。ちょっとコストが高いので、なかなかたくさんの研究でまだやられてないですけれども、なので、まあ、そういう背景があってショットガンメタゲノム解析のデータから個別の微生物のゲノムデータを作るというような動きが盛んになってきています。でちょっと変則的であるんですけど、時間が時間ですので、まあ、次の60分でマグ解析に関して講義と講習をしたいと思います。で、ここで一度休憩にしたいと思います。よろしくお願いします。では最初にいくつか追加で質問が来ておりますので、それらについて答えたいと思います。まず一つ目は、最近ナノポアシーケンサーの精度も向上したということを聞きます。まあ、確かにナノポアシーケンサーの精度向上してます。アンプリコン解析やショットガンメタゲノム解析に用いるのは、ショートリードとの併用がまだ必要でしょうかという質問が来ております。実際ナノポアシーケンサーの精度かなり向上していますので、アンプリコン解析を使う上ではショートリードの併用は必要ないです。これ理由は、アンプリコン解析の場合は同じ配列、まあ、同じ PCR 元が同じ PCR 増幅断片を大量に読むので、そうすると同じ配列が大量に出てくるので、エラーというのをその平均配列に平均的に配列にしてあげればエラー修正できるので、アンプリコン解析の場合はショートリードの併用は必要ないと思います。で一方、ショットガンメタゲノム解析に関してはこれはいらないと言っている人もあれば、いると言っている人もいて、まだナノポアシーケンサーの場合は
ショットガンメタゲノム解析をするんであればショートリードは併用した方がいいと個人的には考えています。で、理由はナノパワーシーケンサーの場合というのはどういうエラーが入るかというとインサーションまたはデリーションなんですね。特にデリーションがすごく多くて、でしかも AAA とか CCC みたいなホモポリマー領域と言われているようなところ、同じ塩基がたくさん重なったような領域、たくさん連なったような領域で1塩基欠失しちゃうとか1塩基多くなるっていうようなインサーションデリーションエラーが非常に多いんですね。でこれはメタゲノム解析の場合は非常に問題になって、結局インサーションエラーデリーションというのはコドンの読み枠というのが変わってしまうのでフレームシフト変異が起こってしまいます。そうすると遺伝子予測が失敗してメタゲノム解析の結果から必須遺伝子が見つからないとか、まあ、そういう結果になってたりもします。なのでインサーションデリーションエラーというのは結構致命的ですので、割とそれを回避する上ではショートリードのデータもあった方がいいと思います。ですので繰り返しますが、ナノパワーシーケンサーをこれから使う場合はアンプリコン解析の場合はショートリードは多分併用は必要ないと思います。で一方でショットガンメタゲノム解析にナノパワーシーケンサーを使う場合はショートリードもあった方が無難だと思います。次の質問ですけれども、既存のメタトランスクリプトムデータを使ってさまざまな環境中でどういう遺伝子が発現しているかを調べたいと考えております。その場合にデータベース中のデータを用いて特定の遺伝子配列及びタンパク質配列もしくはそれに似た配列が発現しているか調べる方法がありますでしょうかと。これは難しい質問ですね。基本的にメタトランスクリプトム解析の結果の配列データというのも NCBI や DDBJ、ENA などの公共の塩基配列レポジトリに蓄積されています。で公開されていますのでそれらを使うのがいいと思いますけれども、でそれらをダウンロードしてきて解析するというのが基本ですけれども、いまいちメタトランスクリプトムデータに関しては網羅的に収集して解析したような二次データベースというのは現状有名なものは存在しないので、ご自身で解析するウェイトがかなり高くなる解析になるんじゃないかなと思いますね。なのでご自身でメタトランスクリプトのデータ環境ごとにダウンロードしてきてそれをご自身で解析してすることによってそういう新しいデータを作るという流れになるんじゃないかなと。なかなか既存のデータベースだとそのような解析をしたデータっていうのはあんまりないと思います。次は解析対象にもよると思いますが、アンプリコン解析やメタゲノム解析でおすすめのマシンスタッフスペックはあるでしょうかと。アンプリコン解析に関しては今時研究室にあるワークステーションレベルなのでメモリーが100ギガなくてもできるような状態になっています。場合によって大抵の場合ダダ2とかチャイム2とかを使うのであればメモリ32ギガとか64ギガぐらいのノート PC でも十分解析はできます。で一方でショットガンメタゲノム解析は64ギガのマシンでは厳しいですね。で GPU とかは特に必要ないんですけれども、 CPU もショットガンメタゲノム解析の場合はどうしても配列類似性検索を後でしないといけないので CPU は 10CPU ぐらいはあった方がいいです。でメモリに関しても100ギガ以上はあった方がいいです。でストレージに関しても1サンプルあたりだいたいショットガンメタゲノム解析の場合は数ギガから10ギガぐらいのファストキューファイルが出てきますの でそれがサンプル数がだいたい1サンプルということはほぼありえないと思いますので、10サンプルとかあるとそれだけで100ギガとかなったりしますので、ストレージに関しても数十テラはあった方がいいと思いますね。で数十テラはちょっと言い過ぎかな、まあ十数テラ最低ないと厳しいと思います。でアンプリコン解析の場合はもう10テラもなくても全然余裕で解析はできます。ですのでアンプリコン解析の場合はマシンスペックとしてはもうノート PC レベルでもちょっとスペックの高いというか、まあ割と解析に使えるようなノート PC、 32ギガとか64ギガぐらいのメモリを積んだノート PC であれば大体の解析はできると思います。それに対してショットガンメタゲノム解析はノート PC では厳しいですね。ワークステーションレベル100ギガぐらいのメモリが最低必要かなと。もちろん個別のメタゲノム解析のアセンブルをする上では100ギガのメモリなくてもいけるような環境もあります。ただ特定の、まあ、多様な、もし自分が解析したサンプルが多様なメタゲノムデータ、多様な群衆、多様な系統を含んでいるようなメタゲノム解析のデータだった場合は、
いきなりメモリが100ギガとか必要になってたりしますので、まあ、もうそれが解析してみないとわからないので、まあ、できればショットガンメタゲーム解析をする場合はメモリ100ギガ以上あるようなマシンを使った方がいいですというのがお答えになるかなと思います。はい、ということでだいたい50分になりましたので講義の続きを始めたいと思います。で、1つ使うスライドとしては1つ目のスライドのまだマグの部分の始めの部分ですので、今日の1個目の講義の PDF をそのまま使います。で、この37ページからですね、メタゲノムアセンブルドゲノムマグについて解説していきます。で、今までショットガンメタゲノム解析について説明してきましたが、ショットガンメタゲノム解析について昔からある解析手法としてはこの左側に書いてあるようなショートリードやロングリードの配列をアセンブルして長めの配列にして、まあ、それをコンティグと呼びますけれども、コンティグ配列を作って、そのコンティグ配列からタンパク質コーディング遺伝子を予測して、予測したタンパク質コーディング遺伝子を既存のケグであったりレフセックとかトレンブルなどのデータベース、機能と配列の対応がついたデータベースですねに対して配列と配列類似性検索をしていって、どういう遺伝子機能がどれぐらい存在するのかというような遺伝子機能の組成を解析していくような方法が主流、つまり遺伝子組成解析ですねが主流でした。ただここ最近、まあ、この10年ぐらいですね、でマグ解析というのがどんどんショットガンメタゲノム解析で主流な解析方法になりつつあります。で、これはどういう手法かというと、基本的なステップは左側のステップとあんまり変わらないんですけど、まずショートリードやロングリードのデータをアセンブルする、ここまでは同じです。で、コンティグセット、長めの配列データを作っていって、でその上でいろんな微生物というのはゲノムの GC 含量とか群集中の存在量とか結構違ったりしますので、配列の特徴をもとにどのゲノム由来なのかというのをある程度クラスタリングすることができるんですね。これ配列相同性ではなくて、あくまで配列のパターンですね、4連塩基頻度とか GC 含量とかそういう配列の統計的なパターンをもとにして、こういうパターンを持っているのではこの微生物じゃないかというのをクラスタリングすることができます。そういうクラスタリングをする方法自体をビニングと呼びますけれども、こういうある程度長くアセンブルして長くしたようなコンティグセットに対してビニングという統計的な配列のパターンを解析することによってクラスタリングしてやって、似たような特徴を持った配列の特徴を持ったコンティグは一つにまとめるということをするというのがビニングになりますけれども、その結果として出てくる各クラスター、配列クラスターをマグと呼んでいます。ここが大きく違う部分ですね、この左側と。でアセンブルした後にビニングというような配列の特徴をもとにして個々の微生物のゲノムというのにまとめていく作業、クラスタリングしていく作業がビニング、それをするかしないかというのが左と右の違いですね。でビニングをすると出てくるのが、まあ、複数の微生物由来のマグがそれぞれ出てくるわけですけれども、でそのマグというのは言ってみればドラフトゲノム配列です。あんまり精度が良くないゲノム配列と考えてください。で個々の微生物のゲノム配列が出てくれば、そこから先やることとしてはその個々の微生物の数千ぐらいの遺伝子を予測してあげて、それの機能推定をしていくということをすると。ですのでこの左側の遺伝子機能組成解析、まあ、遺伝子組成解析の場合ですと大体まあ数百万個ぐらいの遺伝子を対象にして遺伝子機能、どういう遺伝子機能がどれぐらい存在するのかを解析していってたのですけども、右側のこのビニングというような手法を使うことによってマグを作って、まあ、個別の微生物のゲノムに落とし込んで解析をすることで、大体微生物の遺伝子の数って大体数千個ぐらいしかないので、数千、こっちが数百万に対してこっちは数千個の遺伝子を対象にして解析になるので、非常に解析の単純さが非常に解析が単純になるんですね。そういうこともあってこのマグ解析というのが特に環境微生物の分野でよく使われるようになってきています。実際にこれは NCBI から原核生物のゲノム1万8000ぐらいを集めてきて、でそのゲノムサイズと GC 含量をプロットして1個ずつの点が1個ずつの微生物のゲノムですけれども、原核生物
GC 含量低いものだと GC 含量 20% ぐらいで、高いものだと GC 含量 70% とかになっているので、当然数千液ぐらいの配列を使えば、この GC 含量 20% と 70% のゲナムっていうのは簡単に分けることができます。で 30% とか 40% と 60% ぐらいの配列も簡単に分けることができるので、このビニングっていうプロセス自体は、配列の特徴が違うような微生物であれば結構簡単にマグというのを分けることができるなっていうのが、ここのプロットから、まあ、予想できるかなと思います。で実際のツールではもう少し細かいことをしていて、 GC 含量よりも より解像度が高いような4連塩基頻度、連続の4つの塩基のパターンをもとにして、まあ、どういう、まあ、AAA なのか ATCG なのかとか、そういう4連塩基の頻度をもとにして各コンティグ配列、長めの配列をクラスタリングしていくようなツールがたくさんで作られています。なんで4連塩基がクラスタリングの性能がいいのかということに関してはまだよく分かっていないです。経験的に4連塩基を使うことで個々の微生物のゲネムの特徴をうまく分けることができるというのは経験則があるので、4連塩基を主に使われています。そういうようなゲネムの特徴、配列の特徴であったり群衆中の存在頻度などの情報をもとにして、ここの微生物のゲネムをクラスタリングで作っていくっていうようなことが、そういうツール、ビニングツールがもういくつも出ています。でこれらのビニングツールを作ることで使うことで、メタゲノムアセンブルの結果からビニングをして、ここのマグを作って、マグごとに解析をするというような、メタゲノムデータの全体像を議論していた今までの遺伝子組成解析ではなくて、優先系統のドラフトゲノム配列を抽出して各ゲノムが持っている機能について議論するというような流れがどんどんメタゲノム解析で主流になってきています。で実際このように、たくさんの数千ぐらいのゲノマグをメタゲノム、たくさんのメタゲノムデータから構築して解析しましたよという論文が、大規模のマグ解析の研究の論文がボコボコと毎年のように出ているようになってきています。でそれらを使うことによって、この左側の列のこの表は微生物の今まで記述された系統の数を表してまして、左側が正式に培養、単離培養されて記載された種の数とか属の数などがここに並んでいます。ファイラムの数としては49、種の数としては24,363というのが2月の時点だと記載されていました。で一方でマグ、ビニングの結果、メタゲノムの結果、ビニングをしてマグを作った結果として出てくるようなゲノムを比較すると、互いにゲノム間の距離が一定以上離れていれば、一定、これは別種だろうとか別属だろうとかっていうのを線引きができますので、それをもとにしてゲノムの違いをもとにして種や属やファイラムの違いがどれぐらい存在するのかというのを解析した結果が右側になっています。だいたい種だと今8万5千種ぐらいで、ファイラムだと181ファイラムぐらいというのがゲノムでは存在するんじゃないかと提案されています。もちろんこれは正式な分類ではないので、あくまで正式な分類は左側になるんですけれども、微生物のゲノムの多様性だったり、遺伝子、所持する遺伝子の違い、または進化の解析をする上では、この右側のマグデータを使った解析というのはもう避けられない状態になってきています。それぐらいマグデータの解析、ビニングの結果として出てくるマグのデータを使った解析というのは、非常に微生物研究にとって重要な位置づけになってきているというのが、ここからもわかるかなと思います。でこのマグデータを集めたデータベースというのもいくつか出てきていまして、これを少し後で紹介しますけれども、一つはこの GTDB というもので、微生物のゲノム配列をもとにして系統を定義しましょうというような動きの中心になっているようなデータベースです。このデータベース自体はゲノム配列と系統情報のデータベースとなっていますね。でただマグデータというのが、完璧かというと全然そういうことはなくて、これは先ほどの講義の中でも少し触れましたけれども、18種の微生物のゲノムを完全に分かっているものたちですけども、これらの
DNA を取ってきて等量混ぜた群衆モックコミュニティを我々の方で作ったんですけども、そこからショートリードノバセックでメタゲノム解析をしてメタバート2というようなビニングツールを使ってマグデータを作って、でそれで各マグの完成度ですね、まあ、どの程度のゲノム中大体数千の遺伝子があるうちのどの程度が実際にそのマグの中で見つかるのかというのを解析した結果になっていて、もう 100% だと完全な遺伝子組成をそのマグから推定することができたということなんですけれども、この赤で書いてあるのが大体精度よく作られてできていたマグになっていて、まあ、それが大体18種のうちの3から5種ぐらいは精度いいマグができていますけれども、他の種に関してはあんまり精度の高いマグができなかったということをこれ意味しています。で理由もよく分かんないんですけども、この全部あの系統樹見てもらえば分かるように結構互いに系統的に離れています。別属なので全部で、なぜ特定の系統に関してはうまくマグが作れて別の系統だと全然マグが作れてないのかっていうのはよく分からないんですけれども、このようにショートリードシーケンサーでメタゲノム解析をした場合に群衆を構成する全ての微生物のマグが簡単に得られるという状況ではないということは覚えておいた方がいいです。なのでマグ解析だけで群衆メタゲノムデータの、まあ、微生物群衆の解析が完結するわけじゃなくて、まあ、他の解析も合わせた上でやらないとなかなか微生物群衆全体の全体像を解析するのは難しいというのが現状であります。これがちょっとマグの注意点ですね。でただ、まあ、そうは言っても、まあ、ロングリードシーケンサーがどんどんコストが安くなってきていてスペックも上がってきていますので、もちろんまだロングリードシーケンサー、まあ、特にパックバイオの場合だと、まあ、数マイクログラムオーダーで DNA 量が必要になるっていうのがちょっと弱点ではあるんですけれども、まあ、ロングリードを使ってメタゲノム解析をすることで完全ゲノム構築というのがメタゲノムデータからできるようになりつつあります。それもあって今後もどんどんマグ解析というのは微生物のメタゲノム解析において主流な解析手法になってくると考えられます。で実際にじゃあマグ解析どういうようなフローでやっていくのかというのをここに説明一例として説明しています。でショートリードシーケンサーとロングリードシーケンサーを使う場合でフローをちょっと分けていますけど、ただバー分けをしている部分というのは実はこのアセンブルの部分だけなんですね。でショートリードシーケンサーロングリードシーケンサーそれぞれ出てくる配列の長さが全然違うので、アセンブルツール使うアセンブルのツールおよびアルゴリズムは全然別のものを使います。でこの場合ですとショートリードのデータですとメガヒットというようなドブロイグラフを使ったようなアセンブルをしていくんですけれども、ロングリードのシーケンサーの場合の配列はハイハイアスムメタっていうようなどちらかというと昔ながらのオーバーラップレイアウトコンセンサスというような互いの配列間のオーバーラップを見つけてアライメントをしてどんどん組み上げていく、でっかいゲノムを組み上げていくっていうようなツール、まあ、アルゴリズムを使っているようなツールなんですけれども、なのでロングリードシーケンサーとショートリードシーケンサーで最初のアセンブルツールに関しては別物を使います。だその後で出てきたようなコンティグ配列長めの配列ですねに関してはもうそこから先はショートリードシーケンサーとロングリードシーケンサーで使うツールは全部同じになっていきます。でこれは理由の一つは多分ロングリードシーケンサーに関してはビニング配列の特徴をもとにして微生物のゲノムをメタゲノムをクラスタリング配列をクラスタリングして個別のマグを作っていくっていうようなツールというのはどんどんロングリードシーケンサー専用のものが出てくると考えられますが、今のところロングリード専用の高精度のマグ構築ビニングツールというのはないので、今のところショートリードシーケンサー用のマグ構築ツールが使われています。それを作っていて個別のマグを作った後にじゃそのマグがどういう系統由来なのかっていうのを推定したり、あとはそのマグから遺伝子を予測して各遺伝子がどういう機能を持っているのかっていうのを推定したりしていくのが基本的な流れになっていきます。で一方で元のリードデータを使ってその群衆中の微生物がどういう系統が多いのかっていうのは系統組成として別途解析はしています。これマグ解析では別のフローとして解析をしているというのが大体のマグ解析の一般的な流れになっています。でショートリードのシーケンサーを使ったマグ解析の場合というのはなかなか、まあ、大体この
チェック M2 という、まあ、チェック M というようなツールを使って精度、各マグの精度を評、完成度だったり精度を評価していきます。これ各行が各マグになっているんですが、この辺はもう無視していただいて、重要なのはこのコンプリートネスというところとコンタミネーションという、これどちらもパーセンテージなんですけれども、この数値が非常に重要になってきます。でどちらもシングルコピージーン、各ゲノムに1コピーしか存在しないと考えられるような必須遺伝子をどれぐらい持っているかで評価している値、パーセンテージになっていて、コンプリートネスの場合は必須遺伝子のセットっていうのがある程度定義されているので、それのをどれぐらい何パーセント持ってますかというのでのパーセンテージを定義していて、 100% であれば必須遺伝子とのシングルコピーの必須遺伝子全部持ってますよというのを表しています。なかなか 100% には普通ならなくて、だいたい 90% 以上のコンプリートネスであれば精度、完成度の高いマグですねというようなのがコンセンサスになっています。で一方のコンタミネーションに関してはシングルコピージーンなので、基本的に1ゲノムにその遺伝子は1個しか存在しないのが普通なのですけれども、シングルコピージーンの多くを2コピー以上持っているようなマグの場合は、それは他のゲノムからのコンタミでしょうということで、コンタミネーションのパーセンテージが高くなるようになっています。なのでどちらもシングルコピージーンを何コピー持っているのかとか、いくつ持っているのかによって、このコンプリートネスであったりコンタミネーションのパーセンテージを計算している、そういうツールがチェック M およびチェック M2 になります。あとはそのシングルコピージーンの配列の多様性をもとにストレインヘテロジェナイティというのも計算してはいるんですが、これはあんまり使われることは多くないです。どちらかというとやっぱりコンプリートネスとコンタミネーションというのが非常によく使われている尺度になっています。この2つを使って各マグがどの程度完成度が高くて、どの程度混じり系が少ないのかというのを評価しています。一般的にはこれも研究によって違うんですけれども、一般的にはコンプリートネス 90% 以上でコンタミネーションのパーセンテージが 10% 以下であれば高精度のマグと言われることが多いです。これは研究のとか解析の目的にも依存しまして、比較ゲノム解析をしてどの系統はどういう遺伝子を持っているか持っていないかというような解析をする場合は、当然このコンプリートネスとかコンタミネーションは厳しめの値を にしないとダメなんですけれども、一方でどの系統群はどういう遺伝子を主に持っているかというような系統全体を対象として解析するような、大まかな解析をするような場合は別にコンプリートネスは 60% とか 70% でもよくて、コンタミネーションはさすがに 10% 以下が普通なんですけれども、そういうこれは解析の目的によってこの値は識値は変えることが多いです。で各マグっていうのがこれ完全ゲノムでは全然なくて、どれもショートリードの場合はだいたい数十個の配列断片から構成されているのが各マグの実態になっています。それがマグなんですけど、まあ基本的になのでマグデータを使うとその下流の解析は全部比較ゲノム解析とか個別のゲノム解析になっていきます。ですので、まあ、使うデータベースとか使うツールも基本的にはバクテリアのゲノム解析で普通に使われているようなツールやデータベースが使われていきます。で例えば遺伝子機能を主に解析するような場合ですと、まあ、今日の冒頭でも言及がありましたけれども、KEG、日本の京都大学のグループが作っておられる、長年作っておられる KEG というデータベース、まあ、ここが遺伝子、特に酵素遺伝子の機能と配列を紐付けてデータベース化されてますので、まあ、このデータベースを使うことが多いです。ただ KEG データベースに関してはアミノ酸配列データと機能の対応付けのデータについては FTP サイトに置いてあるんですけど、ここは有料化されてますので、アカデミアの人でもお金を払ってデータをダウンロードする必要があります。私自身はこれお金を払ってデータをダウンロードして解析使ってますけど、多くの方は実際あんまりお金払いたくないと考えておられると思いますので、このコーハムコアラとかコーハムスキャンって言われるような KEG が用意している別のデータベースを使っていることが多いです。このコーハムに関してはちょっとこの KEG オーソロジーというような遺伝子機能のタンパク質の配列をクラスタリングして解析を簡単にできるようにしたようなデータベースと違って、ちょっと配列データの整理の仕方がちょっと違います。ただ解析としては基本的に
メタゲノムの配列を投げて、タンパク質配列を投げて、どのケグの機能に当たるかっていうのを解析するという意味では同じなので、この後半のデータベースを、今のところこれはケグのサイトからフリーで手に入れることができますので、それを使って解析している方が多いかなと思います。またこれも先ほどの講義のところで少し説明しましたが、メタゲノム解析の場合はリファレンス配列データベースから結構遠い、それこそタンパク質のアミノ酸のアイデンティティとしては 50% か 60% ぐらいの違いがあるようなアイデンティティの配列を対象として検索をすることが多いので、そういう場合ですと割と遅めの検索になっちゃうんですね。どうしてもブラストとかを使うと非常に時間がかかる検索をしないといけなかったりします。でそれを改善するためにダイヤモンドとか MMSEC2 みたいに高速にある程度距離が離れた配列に関しても検索を、配列類似性検索をしてくれるようなツールが出ていますので、これらを使う場合がほとんどかと思います。メタゲノム解析で相変わらずブラストを使っている方っていうのはごくわずかじゃないかなと思います、ね、それぐらいこれらのツールというのがよくメタゲノム解析では使われています。アルゴリズムの詳細はちょっと省きますけれども、ブラストはどうしてもこの最後のところでスミスウォーターマンアルゴリズム、昔ながらのアライメントを形成してどんどんアライメントを伸ばしていくっていう作業が必要なので、ここは非常に時間かかるんですけれども、そこをダイヤモンドとかの場合はいかにこのアライメント最後のスミスウォーターマンアルゴリズムでのアライメント形成っていうところに到達するまでの配列を減らすかということ、最初の足切りのところが非常に工夫されていて、足切りの段階でごくわずかな配列に絞ってあげるので高速化できているというようなのが実態になっています。実際にはブラストの1000倍ぐらい速くなっています。なので非常に便利なツールですね。配列類似性検索をするような場合ですと、このダイヤモンドとかはよくメタゲノム解析では使われています。ということで昔ながらの遺伝子機能組成、遺伝子組成解析の場合ですと、やっぱり数百万個の遺伝子を対象として機能推定をしていったり、どの系統由来かっていうのを解析する必要があったので、なかなか大変だったんですけれども、最近はそれをビニングっていうようなツール、ビニングっていうようなアプローチが開発されることになって、特にバイオインパテクスのツールでビニングを簡単にしてくれるようなツールが揃ってきましたので、これを使ってマグっていう、個々のメタゲノムデータっていうのをマグに細分化して、個別のドラフトゲノム配列にしてあげて、それを比較ゲノム解析で最終的に個々の微生物がどういう機能を持っているかを明らかにするという研究がどんどん行われるようになってきていますと。これで1つ目のスライドが終了となりますので、続きまして休憩なしで2つ目のスライドに移りたいと思います。でその前にいくつか質問が来てますので、それらについてお答えしたいと思います。で1つ目の質問はスライド44、スライド44の各菌株は個々のゲノム DNA からどう使用で高い精度のゲノムを構築できるのでしょうか。そもそもショートリードだけで高い精度のゲノムが構築できるのかどうか。おっしゃる通り、そこは確かにその通りで、ショートリードから完全ゲノムはもちろん作れないです。ただショートリードの場合で個別単離菌、個々のこの微生物のこのデータ、この配列しかないような状態からショートリードのデータをアセンブルすることで、個々のそのコンティグ全部を解析してあげるとコンプリートネスが非常に高くなります。なのでやはり混ざり物の状態のデータからアセンブルすることによって何か変なことが起こっているだろうなというのが予想です。もちろん完全な 100% 個々の菌のアセンブルした結果だとこの 100% にはならなかったりしますけれども、ただここまで変低い値にはならないです。でやはりこれはメタゲノムデータだからこその何らかの干渉、菌個々の微生物のゲノム間の配列データ配列間の干渉が何らか働いているんだろうなと考えています。次の質問ですが、メタゲノム解析でロングリードとショートリードを比較した場合、同じデータ量のシーケンスが取得できたと仮定すると、ショートリードの方が本数が増えるので占有率の低い微生物のカバーする確率が上がるように感じますが、どうでしょうかと。
これはおっしゃる通りですね。重要なのはショートリードとロングリードの違いでは2つあって、1つはこのもちろん読める長さの違い、これはまあつまりは1本の配列の中には当然1個の微生物由来の配列なのでなんですけど、もう1個はこのリード数ですね。リード数っていうのがショートリードシーケンサーの方が圧倒的にリード数が大きいので、そうするとまあこれ言ってみればランダムサンプリング、群衆中にまあ数億とか数十億ぐらいのまあ微生物が存在していて、そこからランダムに1000万本配列を取ってきますっていうような思考ができるのがノバセックとかのショートリードに対して、パックバイオとかのロングリードの場合は数百万個ぐらいの配列を取ってきますよっていうような思考になるので、おっしゃるようにマイナーな微生物をつってこれの配列は最低1本でも読めている確率というのは当然ながらショートリードシーケンサーの方がその可能性は高くなります。ただマイナーな微生物ぐらいの配列が数本取れたところでなかなかその機能を推定するのは難しいの で、一方でロングリードシーケンサーの場合はマイナーな微生物由来の配列が1本取れただけでも2万塩基とかそれぐらい取られるので、だいたい原核生物の場合1個の遺伝子の平均長というのは1000ベース以下なので 20個ぐらいの遺伝子がこの中で載ってるわけですね。それって結構解析する側としては非常にありがたくて、なので、まあ、その違いはあります。ただいるかいないかっていうのを検知するっていう意味ではショートリードシーケンサーの方が試行回数が多いので、その意味ではいいですよねということですね。次ですが、ダイヤモンドを先ほど解説いただきましたが、ダイヤモンドというツールはブラストのように通常のゲノム配列等にも使用できるのでしょうか。ダイヤモンドは現状塩基対塩基の検索には対応してないです。あくまで塩基対アミノ酸、まあ、ブラスト X ですよね。レプトに対応するのと、あとはアミノ酸対アミノ酸、ブラスト P に対応するものですけれども、ですのでリファレンスデータベースは必ずアミノ酸である。ので、まあ、ちゃんと答えを言うと、塩基対塩基の検索はダイヤモンドではできませんということです。基本的にアミノ酸に対する検索になります。ただ真核生物のゲノムの遺伝子の機能推定とかにも使われていて、まあ、それはタンパク質の配列データに直した後に検索をするのでそういうこともできます、はい、ブラストの代替になるようなツールだと個人的には考えています。次の質問、マグ解析でショートリードとロングリード両方を使って解析される場合アセンブリは何をされますか。これは多分もう実際に解析をされている方からの質問だと思うんですけども、実際のところショートリードシーケンサーとロングリードシーケンサーの解析両方混ぜた場合っていうのは大抵の場合ですが、一般的にはショートリードシーケンサーとロングリードシーケンサーのデータを一緒に混ぜて同時にアセンブルする、いわゆるハイブリッドアセンブルっていうようなアプローチはあまりメタゲノム解析の場合は効果的じゃないと言われています。で、私自身もメタゲノム解析でショートリードシーケンサーとロングリードシーケンサーを同じサンプルで併用して解析するというプロジェクトを何個かやってますけれども、どのプロジェクトの場合、土壌とか人腸内とかいろいろなデータでやってますけれども、どれの場合もハイブリッドアセンブル、ショートリードシーケンサーのデータとロングリードシーケンサーのデータ同時に1個のアセンブルツールでアセンブルするっていうような方法っていうのはうまくいかない場合が多いです。なのでショートリードシーケンサーでアセンブルした結果およびロングリードシーケンサーのデータを使ってアセンブルした結果、それぞれを独立に扱って最後に2つを統合するっていうようなことをして解析をしている場合が多いです。なのでハイブリッドアセンブルができるツール、例えばスペーデスとかそういうオプションがあったりしますけれども、まあ、基本的にはショートリードシーケンサーのデータとロングリードシーケンサーのデータはそれぞれ分けてアセンブルをして最後に統合した方がいいと思います。次は、はい、次の質問はスキル習得のためシーケンス結果からマグ解析を行うことを一貫して行ってみたい場合、各ツール、まあ、メガヒットとかチェックM2とかダイヤモンドとかのテストを行えるデータセットなどあるでしょうか。はい、あります。
おすすめはこの MOC コミュニティのデータですね。 MOC コミュニティのデータはもう混合割合が上がってきて、正解の組成だったり正解の配列っていうのが分かっている状態ですので、系統組成の推定ツールとしてどういうやり方がいいのかっていうのを調査する目的でも使えますし、自分のアセンブルっていうのがどれぐらい完全なのかっていうのもチェックする上でも使えるので、やっぱり正解の組成とか正解の配列が分かっている状態のデータを使った方がテストになると思います。なのでこういう MOC コミュニティの解析を、MOC コミュニティサンプルをメタゲノム解析した研究がいくつも論文出てますので、それらの配列データをテストに使うのがいいと思います。次の質問ですけれども、メタゲノムデータから遺伝子カタログを作ると同じ機能遺伝子にアノテーションされるコンティグが複数出てくることがあります。遺伝子機能をリードカウントとして定量化するときはそれぞれマッピングされたカウント数を合算してもいいでしょうか。これなかなかマニアックな質問ですけれども、はい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 、なるほどなるほど。遺伝子機能をリードカウントとして定量化するときはそれぞれマッピングされたカウント数が、基本的にこれおっしゃられている解析というのは、リファレンスデータと同じ機能遺伝子にアノテーションされるコンティグが複数出てきますと。で、遺伝子機能を定量化するときにはそれぞれにマッピングされたカウント数を合算しても、合算してもいいと思います。ただしマッピングするときのパラメータを気をつけないといけなくて、トップヒットだけ集計するっていうようなことにしないと、複数のコンティグにマッピングされた結果というのを合わせちゃうとダブルカウントしてしまうので、それは気をつけた方がいいんですけども、基本的に同じ機能遺伝子にアノテーションされるコンティグが複数出てくる場合で、ただそのコンティグそれぞれで配列は多少違うはずなので、それらはリードカウントは定量化するときには合算してもいいと思います。はい、で、次の質問ですが、ビニングツール大量にあると思うんですが、何が最も良いのでしょうか。これよく聞かれるんですけども、好みです、はい、現状ベストなツールというのはないです。で、アルゴリズムいろいろ違うので、例えば今メタバット2というツール非常によく使われているんですけれども、これはちょっとゲノムを細かく刻みすぎるというか、ちょっと配列のパターンが違うとそれは別のマグにしちゃうっていうようなことがしたりするので、コンタミネーションには強いんですけれども、コンプリートネスを上げるにはちょっときついなっていうのがメタバット2です、はい。そういういろんなアルゴリズムによって結構癖があるので、一般的には1個のビニングツール、もしあるメタゲノムからもうなんとかしてできるだけ多くのマグを作りたいっていう場合は、複数のビニングツールを試して、でどちらかだけしか出てこないような系統があった場合は、その複数のビニング結果を統合して解析するというのがおすすめです。で、実際にそういうことをやってくれるようなツール、メタラップとかダスツールとかいくつか、複数のこのビニングツールでそれぞれ1個のメタゲノムデータからそれぞれビニングをして、その結果を統合して最終的なマグセットを作るっていうようなツールも出てますので、そういう統合ビニングツール的なものをメタラップとかダスツールとかありますので、他にもいくつかありますので、そういうのを使ってみるのをお勧めします。ただ結果がわけわかんないことになりかねないので、僕はあんまり好きじゃないんですけども、アルゴリズム違うものを混ぜた結果を合わせてちゃうと、なんでこういうマグができたのかっていうのを後で原因を推定するのは結構難しくなるので、気持ち悪い部分をブラックボックス化して気持ち悪い部分も多いんですけれども、結果としてはやっぱりいいマグがたくさんできるのは経験則としてはそういう統合、複数のビニングツールを統合したようなツールの方がいい結果になることが多いです。なのでマグをできるだけたくさん取ってきたいんだっていう場合は、そういうビニングの統合ツールを使うことをお勧めします。はい、ではこれで1つ目のスライド、今のところ質問を大体答えられたかと思いますので、1つ目のスライドを終了して、ここからは
具体的に、まあ、ここから結構早いんですけども、マグデータを実際にじゃあデータベースで取っていきましょうという話になります。でここは飛ばして、で、まあ、この実はこの3枚目のスライドが多分一番重要じゃないかなと思うんですけれども、先ほど説明したようなこの遺伝子機能の、まあ、遺伝子組成の解析をやっている昔ながらのメタゲノム解析の場合と、まあ、マグ解析の場合、どちらもショットガンメタゲノム解析の解析手法なんですが、じゃあ実際に見れるものとか利点欠点何があるんですかっていうことを1枚のスライドで表すのがこのスライドになります。で遺伝子機能組成解析の場合ですと、一番大きな利点としては群衆の全体像が分かるので、もちろんマイナスは分かんないですけれども、群衆全体でどういう系統由来のどういう機能遺伝子が存在しているのかっていうのが分かってきますので、あとその存在例も分かるので、まあ当然ながら統計的仮説検定とか、まあマンホイっていうのは U 検定とかクラスカルゴリス検定とか T 検定とか、ああいうあとは開示条検定とか、ああいうのに持ってきやすいですよね。なので群間コントロール群と何らかの薬剤処理群とか他の処理群とかを比較、統計的に比較するような組成を比較するような研究というのは非常にやりやすいのがこの遺伝子機能組成解析です。あとは例えば窒素固定の窒素固定において中心的な役割を果たしているのは NIFH という遺伝子があったり、他にもいろんな糖代謝のグリコシルハイドレース39番とか、なんかいろんな機能遺伝子ありますけど、それぞれの機能遺伝子をどの系統がどれぐらい多様な配列を持っているのかっていうのを解析できるのもこの遺伝子機能組成解析の利点ですね。で個別の遺伝子に注目した解析についてはマグ解析であるよりは遺伝子機能組成解析をした方がいいと思います。ただ欠点としてはどうしても数百万個の遺伝子を対象にするので解析が複雑になるのと、あとは存在群衆中で存在量が多い機能遺伝子っていうのは確実に必須遺伝子のことが多いです、まあ、どの系統も持っているような遺伝子が多くなってくるのは当然なので、なので実際に比較解析遺伝子機能組成の比較解析をした場合というのは大半の多い遺伝子、群衆の存在量が多い遺伝子は必須遺伝子になるので、まあ、比較してもほぼ意味ないような遺伝子がランキングの上位を示していることになります。でその上である程度の系統、一部の系統しか持ってないけど機能的に重要な遺伝子っていうのがその次ぐらいに来るので、そういう遺伝子について解析をするっていうことになるので、結構な部分の解析がこの必須遺伝子の結果に引っ張られてしまうので、なかなか解析が難しいというのはありますね、はい、でマグ解析の方はもちろん利点としてはドラフトゲノム配列対象にできるので、もう解析が非常に単純になります。で特に重要なのが群衆中での頻度情報というのは全く考慮する必要がないので、この遺伝子機能組成解析における諸々の難しさっていうのをもう無視して、もう遺伝子のあるなしで解析ができるので、まあ、そこは大きな利点ですね。で特にある微生物群衆から捉えたマグと、まあ、そこの微生物群衆にはいないんだけれども、そのマグとは近縁な既存の単粒菌のゲノムとか、まあ、他のメタゲノム由来のマグとかと比較ゲノム解析で遺伝子のある機能遺伝子のあるなしというのを比較するっていうような解析がマグの解析の場合できるので、まあ、そこが売りですね、マグ解析で。であくまで数千遺伝子の解析なので情報解析としても単純です。で欠点としてはどうしてもバーチャルなゲノムですので、本当にその配列を持った系統がそこにいますかっていうことは確証は持てないです。で特に似た系統由来の配列が一つになっちゃってるようなキメラ配列だったり、あとはもう全然違う系統由来の配列が配列のパターンとしては似てるんで1個のマグに含まれちゃってるっていうようなコンタミの問題っていうのはどうしてもありえるので、まあ、そこが厄介な問題点、もう一つ、まあ、そこが厄介な問題点と、もう一個厄介なのは配列のパターン、 GC 管理とか行動使用頻度とかを使ってクラスタリングをしていくので、まあ、そうするとリボソマル遺伝子とかはコドンとかとは関係ないので配列のパターンがちょっと違いますし、あとは水平電波で獲得したような遺伝子というのも他の領域とは配列のパターンが違うので、まあ、そういう遺伝子とかは同じマグの中に含まれることが少ないというので、なかなかこういう水平電波とかリボソマル遺伝子とかも解析の対象に含めたような場合というのは
マグっていうのはなかなか解析には使いにくいなというのも欠点であります。なのでマグ解析完璧じゃないっていうのと、遺伝子の組成解析の方も利点があったりするので、どちらを使うかというのは個々の研究で何を見たいかに依存するかなと思います。で、両方使うのも全然ありだと思います。僕もマグ解析と遺伝子の組成解析両方を1個の研究で使っていることも非常に多いので、両方、まあ、もちろん解析としては結構大変になるんですけども、それぞれしか見れないことってやっぱりあるので、まあ、どちらも使うっていうのがベストではありますね。はい。で、マグ関連のデータベース、残り十数分しかないですけど、説明していきたいと思います。で、マグ関連のデータベース、これもどれも目的としてはしっかりはっきりしていて、もうさまざまなマグ配列っていうのが出てくるので、それを系統情報とかメタデータとかで検索してあげて、最終的に配列データを取得するというのが、マグデータベースの目的になっています。で、そのなのでマグデータベースいろいろあるんですけれども、全部目的はこれですね。配列データ取得するというのが最終目的になっています。で、一番有名なマグデータベースとしてはこの GTDB、 ゲノムタクソノミーデータベース、オーストラリアのグループが作っているデータベースなんですけれども、これはマグ配列とあと個別菌、単離菌のゲノム配列も一緒にデータベース化していて、だいたい2023年の時点だと40万ぐらいのゲノムデータが入っています。で、毎1年に1回しか更新されないデータベースです。で、このデータベースは先ほどの時間にも説明を多少しましたけれども、微生物のゲノム配列から系統を定義しているようなデータベースになっているので、他のマグ解析においても基本的にはこの GTDB の系統分類というのをマグの系統分類に使うことが多いです。なのでいろんなマグ解析の基盤となっているデータベースになっています。これ1年に1回更新されるので、で、更新が1年に1回しかないともう増え方が尋常じゃないんですね。これ2023年度だと40万ゲノムぐらいが GTDB に入ってたんですけど、この4月に更新されたときに59万マグなので、ほぼ配列データが 1.5 倍になっているんですね。で、系統の数も劇的に増えているので、なので、この GTDB が更新されると、マグ解析っていうのは基本的に全部やり直しになります。系統分類とか、あとチェック M に使うも、もうリファレンスデータベースにもこれ使っているので、マグ解析っていうのは1年に1回、なので、論文を1年で出せない場合は、この GTDB が更新されてしまったら、系統分類とか、いろんな解析全部やり直しになるというのがマグ解析の辛いところです。その原因がこの GTDB で、 GTDB が1年に1回しか更新しないので、まあ、それによって既存のマグとか既存のゲノムの分類も系統分類もかなり変わってくるので、そうすると系統組成のデータとかこのマグはどの系統由来かっていうのも GTDB のバージョンが変わると全然変わってきたりするので、基本的には、まあ、GTDB が更新されたら手元にお持ちのまだ論文化していないマグデータについてはもう一回系統アサイメントとか、あとは系統組成の推定とかはやり直した方がいいですよというのをお勧めします。はい、それぐらいマグ解析に与える影響が大きいデータベースになっています。で、 GTDB はもう殿堂入りしているようなデータベースですね。それはいいとして、他にもマグデータベースいろいろとあります。で、まあ、ここでは5つ代表的な、非常に範囲が広いです、収録数も多いデータベースっていうのをそれぞれ特徴、概要を説明していきます。で、まず我々が作っているあのデータベースがありまして、それはマイクロバイオンデータハブというのがあります。で、これはこの今回の講習会を主催していただいている JST-NBDC さんの方 で統合化推進プログラムというのをされていて、最初に箕輪先生の方から紹介がありましたけども、そこでサポートをいただいて開発しているデータベースになっています。昔マイクロブディビドと JP という微生物ゲノムとメタゲノム統合データベースを我々の方で作っていたんですけれども、そこにマグデータという新しいデータが加わったので、その特にマグデータを主役として作り直した、で、新しい機能をたくさん搭載したようなデータベースになっています。こんな感じのユーザーインターフェースになっていて、この URL でアクセスできますけれども、で、元になっているデータベースとしてはこのパブリックリポジトリ、公共の塩基配列データベースがあって、まあ、INCC
NCBI、全バンク、DDBJ、ENA がありますけど、そこに掲載されて公開されているマグデータを我々の方で集めてきて、我々独自の遺伝子機能組成、まあ、遺伝子アノデーションパイプラインで遺伝子アノテーションを行って、まあ、その上で各配マグのクオリティチェックも行った上で公開しています。で、まあ、各マグのどの程度のクオリティのマグが入っているかというのを表したので、これは正直どのマグデータベースも大体同じようなツールを使ってたりするので大体同じような傾向になるんですけれども、やっぱりどうしてもショートリードシーケンサー由来のマグデータなので、完全ゲノム由来のマグっていうのはほとんどないです。ほとんどが数百コンティグ由来のマグが多くなっています。で、リボソマルネ遺伝子に関しては配列の特徴が他の領域とは違うので、ほとんどのマグにはリボソマル遺伝子は含まれていないです。ここが結構辛いところなんですけど、なので 16S のアンプリコン解析の結果と対応付けようと、マグデータを対応付けようとしたときに、マグ側にはリボソマル遺伝子が存在しないので、対応付けようとしたときに結構苦労することになります。大抵の場合、系統名で対応付けるしかないっていうようなことが、ほとんどのマグ、9割以上のマグはリボソマル遺伝子を含んでないというのを前提に考える必要があります。コンプリートです。結構 90% 以上のやつがやっぱり多いですね。で、コンタミネーションレートも 1% 以下のものが多かったりするので、まあ、かなり精度の高いものが多いですね。で、単粒菌のゲノムデータっていうのは実際のところ今 NCBI とかに大量に31万とか40何万とかゲノムが、単粒菌ゲノムデータも公開されてるんですけども、単粒菌ゲノムデータと比べるとマグのデータとかマイクロバイオのデータハブにあるようなマグのデータっていうのはどういう系統由来のデータが多いのかっていうのがだいぶ違います。というのも単粒菌由来のゲノムっていうのは今のところ半分以上、公開されている単粒菌由来のゲノムの半数以上というのが実際のところは病原菌由来のデータが多いです。大腸菌 3.5 万株とかクレブシア2万株とか、まあ、ほとんど病原菌由来のやつなんですけども、したがって単粒菌のゲノムデータベース NCBI とか他のゲノムデータベースからダウンロードしてきたゲノム配列の系統組成とかを見ると、どうしても病原菌が属しているようなファイラムとかが多くなってきます。それに対してマグから取ってきたような、マグを集めたようなマイクロバイオデータハブのようなデータベースの場合というのは系統組成がそういう病原菌とかには偏ってないような組成になっています。そこが割と比較ゲノム解析とかをするときのリファレンスデータベースとしては使いやすいというようなものになっていますね。マイクロバイオデータハブでできることは基本的に2つ、2種類あって、1個はプロジェクトのメタデータ、これいうのはバイオプロジェクトというようなものですけども、のメタデータとか、サンプルの系統組成の検索とかができたりしますけども、こちらはまだまだちょっと改良が必要な部分だなと考えていまして、どっちかというと、このマグのメタデータによる検索、まあ、マグデータベースの目的そのものですけど、系統名とかメタデータを使ってマグデータを検索して、自分が必要なマグを配列を取ってくるっていうようなものですね。ここについてどうやってやるかを今回紹介します。マイクロバイオデータハブのマグ検索ですけども、こういう画面になっていて、プロジェクトとゲノムっていうのを選べるんですけれども、ここではゲノムを選びます。ゲノムを選ぶとマグの検索ができるようになります。で、その上で例えば微生物の系統名、プレボテラという属名をこの一番上に入力して、下の方にサーチというのがあるので、サーチボタンを押すとプレボテラ由来のマグデータがどんだけあるか、4223件というのが表示されます。で、これ何もキーワード言われてない場合は21万件、まあ、マグ全部が出てますけれども、でプレボテラという属由来のマグだけを絞り込み検索すると4000件ぐらい出てくると。で、環境とかあとは由来した系統とかマグの完成度とかでも検索はある程度機能としてはありますけれども、この辺りっていうのはもうちょい改良が必要かなと思っています。なのでどちらかというとこの系統名で検索するっていうのが一番の使いやすいやり方かなと思っています。で、検索した結果をダウンロードしたようなゲノムマグデータをこうポチポチとクリックして、その上でダウンロードと押すと、メタデータですか、ゲノムシーケンスデータですか、ジーンシーケンスデータですか、プロテインシーケンスデータですかって、ダウンロードしたいものは何をダウンロードしたいのかを聞かれるので、
メタデータをダウンロードしたいメタデータ、ゲノムシーケンスデータをダウンロードしたいゲノムシーケンスなどを選びます。そうすると、メタデータをダウンロードした場合っていうのは、この1行1マグで、その系統名とか、あとはゲノムサイズだったり、GC 含量とか、タンパク質コーディング遺伝子の数などっていうような情報、あとはどの生物由来なのかっていうような、環境、どの環境由来かの情報などっていうメタデータがテーブル形式 TSV でダウンロードできますし、ゲノム配列とか遺伝子配列、タンパク質配列をダウンロードしたいというふうに選択した場合は、各ゲノムごとにディレクトリができて、そこに遺伝子のファスタ形式の配列、ゲノムのファスタ形式の配列、タンパク質のファスタ形式の配列のがダウンロードすることができます。これが基本的なマイクロバイオデータハブのマグのダウンロードの仕方ですね。で、時間があんまりないので結構飛ばしていきますけど、次 NCBI、 これは多分一番利用者が多いデータベースだと思います。で、NCBI は昔アセンブリーデータベースというのが存在していて、で、それらっていうのが微生物のゲノムを簡単にダウンロードできる使いやすいデータベースだったんですけど、今年度からそれらのデータベースっていうのは NCBI データセットというデータベースに統合されました。で、ここ上でマグをダウンロードする場合というのは、まずこのバクテリアをクリックして、そうすると215万ゲノムぐらいあります。で、そのトータルっていうのをクリックすると、214万6700ゲノムっていうのが選択された状態で、ページがここで遷移します。このトータルをクリックすると、そうなると。ただ、ここはマグ以外もいっぱい入っていて、まあ、ほとんどマグ以外です。なので、ここからマグだけに絞り込む必要があるので、ここがちょっと分かりにくいんですけど、ここでフィルターっていうボタンを押していただくと、この後にいろいろとフィルター条件があって、ここに1個にマグっていうチェックボックスがあるので、このマグっていうチェックボックスを選択すると、先ほどのこの214万6700ゲノムっていうのが、マグだけの42万4066ゲノムだけに限定されます。で、あとはここから系統名とかで絞り込んだりすればいいので、例えばプレボテラっていう系統名をここに入力して検索してあげると、プレボテラがここに入って、42万4066ゲノムが5640ゲノムまで絞り込まれていて、系統名を見るとやっぱプレボテラってなっているものが5640ゲノムあるんだなというのがわかります。で、もちろんゲノムの完成度でもフィルタリングできるんですけど、マグはやっぱり完成度そんなに高くないので、例えばクロモソームレベルとかコンプリートゲノムとかをマグで絞り込むとどういうことになるかというと、こういう3個しか残らなかったりするという悲惨なことになります、はい、なのでそういうアセンブリーレベルでの絞り込みは基本的には NCBI では行わない方がいいと思います。で、その上でデータをダウンロードしたい場合はダウンロードと押して、そうするとファスタファイルなのか、どういうファイルなのをダウンロードしますかっていうのが出るので、それを選択してダウンロードすると、数千ゲノムが一気にダウンロードできます。これが NCBI のデータですね。まあ、基本的なもので検索はできるけど、環境とかの検索はできないという感じですね。で、もう一個、多分このマグニファイは絶対紹介する必要があるので、これだけ紹介しますけれども、マグニファイはヨーロッパのエンブル EBI のグループが作っているメタゲノムのメタゲノムデータベースとして今一番よく使われているデータベースだと思います。で、ここはアンプリコンのデータとか、ショットガンメタゲノムのデータ、メタトランスクリプトムのデータ、あとマグのデータっていうようないろんなものを扱っています。で、彼ら独自で再解析をして、遺伝子機能組成とか系統組成とかを解析して、あとマグ解析とかもしています。で、これは飛ばして、で、マグデータとしては、ただ限定的、ちょっとカバーしている環境が限定的で、現状11個の環境、まあ、ほぼすべて腸内細菌ですね。人腸内メタゲノムが圧倒的に多いんですけど、全体の9割ぐらいが人腸内メタゲノムですけれども、他一部海とかもあったりしますが、基本的には腸内とかがほとんどです。の11環境。なので土壌とか温泉とかは入ってないです。のマグデータを扱っています。11環境とはいえ、その11環境のマグに関して系統名で検索したり絞り込んだり、あとは遺伝子の配列を入力して配列ベースで検索したり、またはゲノム配列とかマグ配列を入力して配列の類似性で自分が入力したゲノム配列と類似した
ゲノムマグ配列を取ってくるということもできたりするので、機能としては非常に充実しています。で、ここの環境ごとの検索もできたりするので、で、ここの個別のマグページに行くと、マグの遺伝子数だったり、あとはコンプリテンス・コンタミネーションのパーセンテージの値とかも見れたりします。で、ゲノムブラザーとしても完備していて、ここのマグのコンティグの配列のどこにどういう遺伝子が載っているかっていうのを見ることができたりするので、非常に便利ですね。あとは遺伝子機能組成とかも、系群のモジュールのデータとかも充実していたりするので、これもダウンロードできたりするので、この11環境のデータを解析する分には、マグニファイというのは非常に有用かと思います。で、データもいろんな形式でダウンロードすることができます。はい。で、他は、IMGM、これも本当にほぼ一瞬だけで説明終わりますけれども、JGI、アメリカの JGI のグループが作っているデータベース、マグのデータベースですけれども、ここ残念ながら、このマグの数見てもらうと分かるんですけど、1万とかそれぐらいしかないので、これ理由は JGI が関わったマグプロジェクトがほとんどで、それ以外のデータはあんまり収録してないので、これぐらいのデータサイズになっています。ですので、あんまり JGI の IMGM を使うことそんなに多くないんじゃないかなとは思います。ただいろいろとデータもダウンロードできますが、ただデータダウンロードにはアカウント登録が必要なので注意してくださいと。で、最後にスパイアというデータベースでして、これはもう本当本当にここ数ヶ月で出てきたデータベースですけど、非常に強力、非常にでっかいデータを、100万ぐらいのマグをインデックス化したデータベースになっています。これもヨーロッパのエンブルのグループが作っているデータベースですね。で、ただこれはプロジェクトの数がそんな多くなくて、739の大規模なプロジェクト由来の100万以上のマグデータを集めていて、ですので、割と小規模なプロジェクトに関しては対象外になっています。で、環境としてもどうしてもこの739のプロジェクトだけなので、環境情報としてもそんなに多くはないんですけれども、ただマグのデータセットとしては非常に大量、1個のプロジェクトがすごく大量の配列を読んでいるので、マグデータとしても全部合わせると百数十万マグがここから手に入ります。ただやっぱり使いやすさという意味では、マグニファイとか NCBA データセットとかと比べると、ちょっとなかなかとっつきにくい、URL も HTTPS になってないようなレベルだったりするので、ちょっとあんまりはお勧めはしないですけど、大量のマグデータ欲しいって場合はこのデータベースをお勧めします。ということで、最後のスライドになりますけれども、この2つ目の講義では、マグについて、そもそもマグとは何かとか、マグはどうやって作るのか、あとマグを使うとどういう解析ができるのか、既存の遺伝子機能解析とどういう違いがあるのかなどについて解説して、でその上で、じゃあマグデータを実際に取ろうとした場合にどういうデータベースが使えますかというのを説明してきました。で、かなり駆け足になったんですけど、この5つのデータベースについて説明してきて、ここのスライドでそれぞれの特徴というのを表してますけれども、 NCBA のデータセットがプライマリーなレポジトリですので、一番データセットとしては大元になってるんですけれども、ただ環境情報はここ全く整理されてないので、環境情報で検索することは基本的にできない。ここが大きな弱点になっています。それを補うために、いろんなデータベースがいろんな環境の整理方法とかで今整理をしていて、それぞれさまざまな条件でマグを作ってたりしています。で、今後は多分これらのデータベースというのも、環境情報をいかに整理するかっていうので、いろんな工夫をしてきて、もちろん我々も工夫をしているんですけれども、その工夫次第でそれぞれ使いやすさが変わってくるだろうなと思いますので、現状としては一番マグニファイというのが使いやすくて、よく作られたデータベースだと思いますけれども、今後どういうデータベースが実際に使いやすくなるか、もちろんマイクロバイオデータ、我々が作っているデータベースが一番使いやすくようにしたいと思ってますけれども、そこを頑張っていきたいと考えております。はい、これが現状のマグの解析だったりで、ツールデータベースの現状となっております。はい、私の講義としては以上になります。はい、森先生ありがとうございました。追加でまたちょっといくつか質問が来ているので、まだ数分ありますから、ぜひご回答いただければと思うんですけれども。はい、ありがとうございます。いくつも質問ありがとうございます。一つ、そうですね、では順番にお答えしたいと思います。1つ目は、ご紹介くださったプロトコルでは、ショートリードをコンティグにしてからマグ解析するフローチャートになっていますと。おそらく、1つ目のスライドのここ、
これですね、このフローチャートのことだと思うんですが、ショートリードをそのまま解析するよりも正確なものができやすいのでしょうか。はい、コンティグ作成時にエラーが混じり込んだりしないでしょうか。はい、コンティグ作成時にキメラコンティが作られるのでエラーができちゃうような問題点は確かにあります。ただショートリードはあまりにも短すぎます。なのでショートリードだけで解析をしようとした場合っていうのは、遺伝子機能の組成の解析をする場合はいいんですけれども、ただ最近はメタゲノム解析データからアルファフォールド2とかアルファフォールド3につなげてタンパク質の立体構造を予測するっていうような研究も増えてきているので、そういう研究につなげようとした場合っていうのはどうしても遺伝子の乾電帳が必要になるので、遺伝子の乾電帳を得ようとするとショートリードそのものを解析するよりはアセンブルするっていう解析が主流かなと思います。次、マグ解析でリボソマRNA遺伝子や水平電波アイランドとマグに含まれにくい遺伝子を取得したい場合はロングリードは解決策になるでしょうか。はい、解決策になります。なぜかというとロングリードの場合は結局のところリボソマRNA遺伝子とか水平電波アイランドなどっていうのがその領域だけで1個のコンティグになっているような場合とかが問題になるんですね。リボソマRNA遺伝子を含んだコンティグっていうのが数十キロベースぐらいの長いコンティグだった場合っていうのはリボソマRNA遺伝子の領域ってはそのうちのわずかなので、コンティグ全体の配列のパターンとしてはゲノム全体のパターンと鳴らされた感じになります。そういう場合っていうのはビニングをしてもあまりそこの領域だけでマグが構成されるってことはないので、ロングリードっていうのはもう解決策になりますね。次の質問ですけれども、組成解析よりもマグ解析が解析遺伝子数が少ないとはいえ、とはいえ数千個の遺伝子からなっていますと。これは結構大変なんだと思うんですが、その場合はどういうような解析をすればいいのでしょうか。おっしゃる通りで、数千個の遺伝子といっても解析比較対象が数百万個の遺伝子なので相対的に見ると解析がやりやすいんですけれども、数千個の遺伝子といっても、まあ、やっぱり解析は結構大変ですね。とはいえ単離菌のゲノム解析をする上では数千個の遺伝子のゲノム数千個の遺伝子の比較解析っていうのは当たり前のようにするので、基本的には単離菌のゲノム解析を行う上で使うようなツール、メタボライドとかいくつか非常に使いやすいツールがありますので、そういう単離菌の比較ゲノム解析をする際に使うツールを使うのがいいと思います。非常に便利なツールがいくつも出てますので、はい、それらを使われるのが、それを使うとかなり解析が楽になります。で次の質問ですが、ある遺伝子の多様性が知りたい場合はそのアンプリコン解析で良いと思いますが、その遺伝子および周辺領域の遺伝子クラスターの多様性が見たい場合はどうすれば良いでしょうかと。そうですね、アンプリコン解析とかですと個々の遺伝子は見れるんですけども、例えば二不遺伝子のクラスターとか、まあ、あとは病原性遺伝子のクラスターの部分なので、十数キロベースにわたったようなアイランドだったりクラスターの領域全体を解析したい場合というのは、まあ、一番おすすめの方法としてはアセンブルをしてそのクラスターの全長をちゃんと1個のコンティグに載せた上で解析するのが一番おすすめな手法です。で、まあ、それはマグ解析とも遺伝子機能組成解析のとっても違う、アセンブルをしてマグは作らずに解析をするようなやり方だったりするんですけれども、そういうやり方もクラスター遺伝子クラスターをベースにした解析についてはそういう解析になりますね。遺伝子機能組成解析の類型みたいな解析ですかね、はい、で次、マグを対象にブラスト検索での遺伝子探索は可能でしょうか。現状マグデータベースをリファレンスとしたブラストのツール、まあ、ブラスト機能を提供しているようなツール、まあ、ウェブサーバーっていうのはほぼ存在しないと思います、まあ、理由はマグデータベース、マグデータがあまりにも多いので100万マグとか数十万マグの全部の遺伝子を対象にした検索ツールっていうのは現状ほとんど存在しないんですけども、まあ、例えばブラストではないんですけれども、まあ、こういう、そうですね、マグニファイとかであれば自分が検索したいようなタンパク質コーディング遺伝、タンパク質の配列を入力してマグニファイのマグデータ全部に対してのタンパク質対タンパク質の
検索ができるようなウェブサーバーは用意されてますので、こういうのを使うのがいいんじゃないかなと思います。次は 16S 解析やショットガン解析に最近登場したミナイオン、まあ、これあの精度が上がったやつですね、を使うのはどうでしょうか。僕もまだ使う、これは最近の一番最新のバージョンのオクソードナポアのミナイオンを使ってないので分かんないんですけれども、かなり精度良くなっているので 16S サンプリコン解析をする上では結構使えるんじゃないかなと思います。ただその場合1サンプルあたり結構なリード数を読まないとやっぱりエラーの影響とか出てきちゃうので、それをなんとかする上ではそれなりに1サンプルあたりにシーケンスを読まないといけないので、ミナイオンで足りるかどうかっていうのはちょっと怪しいですね、はい、ただまあやってみるのは全然ありかなと思います。ショットガンメタゲノム解析はちょっとまだやめた方がいいと思いますね。で次、マグに対してメタゲノムのない実験データ、ドラストゲームと同じようなアノテーションなどの解析をする必要があるでしょうか。マグをどう使うかによりますね、これは。マグを使って、そのマグが由来した微生物のが持っている遺伝子機能とかを詳細に解析したい場合というのは、ドラストゲームと同じようなアノテーションを付与する必要があるんですけれども、そうじゃないような場合、あくまでマグこんだけ作れましたで、このどういうマグはこういう系統由来だと思いますっていうような論文だけにするんであれば、別に機能アノテーションっていうのはそんなには必要ないかなとは思います。で次の質問は、マグデータベースの表がありましたが中国には同様の大規模データベースはないのでしょうか。あります。中国のグループもマグのデータベースとして大規模なものをいくつか作っているんですけれども、現状例えば人腸内メタゲノムに限定したマグデータベースとか土壌メタゲノムに限定したマグデータベースなどの環境依存の環境スペシフィックのマグデータベースというのはいくつも作られていて論文化されてますけれども、さまざまな環境にを網羅したようなマグデータベースの大規模なものっていうのは僕の知る限りまだ公開されてないかなと思います。見落としがあったらすいません。次は、ビニングソフトが多数あると思いますが、どのような結果を見て選択するのが良いでしょうか。複数のビニングソフトを複合的に使うのが良いのでしょうか。はい、複数のビニングソフトを複合的に使うのをお勧めします。で、その上で、なんか、得られたマグの種類、どういう系統由来なのかっていうのと、ここのマグの、どのマグも、まあ、どのビニングツールも結果的に最終的に評価するのはチェック M とかで評価するので、そのチェック M の結果がそれぞれどういう結果になるのかっていうのと、あとそれぞれのマグがどの系統由来なのかっていうのを見事にして、特定の系統由来のマグが全然できてないっていうことがあるかどうかとかを元に評価するのがいいかなと思いますね。なので基本は複数のビニングソフトをまず試してみるのがいいと思いますね。はい、で今来ている中では最後の質問になりますけれども、マグ解析の場合、ゲノム組成が類似した禁煙種同士は同種と扱われそうですが、現時点では細かいことは気にせず、大体こんな感じの種がいそうとは言えるという解釈で正しいでしょうか。はい、その通りです。同種別株は多分1個のマグにまとまります。で、逆に同種別株で結構配列が違うような場合っていうのは、そもそもマグ自体が作れなくなっちゃったりします。例えば、人腸内メタゲノム解析とこうした場合に、バクテロイデスって非常に人腸内で多いんですけども、バクテロイデス由来のマグがなかなか作れないかったりすることが多いんですね。で、それは人腸内に存在するバクテリア、人腸内に存在するバクテロイデスが株レベルで非常に多様で配列も多様だったりするので、互いにアセンブルの過程で配列が干渉したりして、なかなかうまく長いアセンブルが作ることが難しいっていうのがあります。そうするとマグとしてもなかなか取れてこないので、そういうゲノム組成が類似したような禁煙種がたくさん混じっているような環境だと、そもそもその系統由来のマグがなかなか取れてこないっていう問題があったり、取れてきたとしても複数の株由来の配列が混ざったマグになっちゃうという感じです。それが現状ですね。で、その辺はもう気にせず今解析されていることが多いですね。はい、あとマグ解析でこの属あたりは多様な種が含まれていそうぐらいは言えるものなのでしょうか。そこは作ったマグをリファレンスにして個別のショートリードだったりロングリードを、まあ、マグを作るときに作ったリードデータをマッピングしていってスニップ解析とかをしてあげれば、各マグの由来した配列がどれぐらい多様かは解析することができます。
はい、最後の質問だと思いますが、メタゲノムやマグを採取した環境の定義の仕方や環境のデータベースはありますか。いい質問ありがとうございます。環境の定義に関して我々もオントロジーとして作っていたりして、他にもいくつかのグループが独自の環境の定義があるんですが、所詮人間が作った環境の定義であって微生物側から見た場合の環境ではないので、どれも完璧ではないです。なので今後も完璧な環境のデータベースというのはない、作られることはないと思います。あくまで人間が私ならこういう環境の区分にしますっていうのを、それぞれの人研究者がそれぞれの分け方で作っているっていうのが現状で、はい、その程度です。なので微生物の分解像度には、微生物の環境の解像度には全然まだ到達できてないというのが現状ですね。はい、はい、ありがとうございました。